お、エミちゃんこんばんは。デキさんワード2、キショワード2、楽しんでいってください。聞こえる？うん、まったりまったりやりましょう。まったりやりましょう。問題ない。ケンシロウさんはどつ。はい、ケンシロウさんはどつ。いらっしゃい。大輝さん、お仕事お疲れ様です。そうだね、仕事週始めだから、月曜日だから働いてきましたよ。すげえな。くみたん、アットマーク、かずみち、おしさんはどつ、仕事お疲れ様でした。お疲れ、くみたん、いっすいっす、お疲れっす。くみたん、落ち着いた？だいぶ生活。大輔にみ、アットマークさん、うつ状態の方はどうですか？うつ状態なんだけど、やるしかないし、生きてくしかないからね。まあこのまま放送ダラダラしてても意味ないと思ったから、続けていかないとなとも思ってるけど、うん、続けていって頑張っていかないとなとは思ってるね。何事も継続がやっぱり一番大事なわけだから、しんどい時ではあるんだけど、しんどい時ほど頑張んないとなとは思ってるよ。落ち着いてきたよ。落ち着いてきた。よかったよかった。あんまり鬱だって言ってもね、余計思い込んじゃうから、なるべく言わないようにはしようとは思ってるんだけど。大輔ミミアットマークさん、わかります。そうだよね。あとやっぱりさ、俺が鬱だっていうとリスナーさんも鬱になるから、その辺は気をつけないとなと思ってるよね。やっぱり影響されるからさ、人間って、だから元気ちょうだい、みんなから元気もらいたい。かずみちおしさん、こんばんは。どうしようかな。くみたん、アットマーク、かずみちおしさん、ネガティブよくないよね。そうだね、ネガティブな感情になってもいいことなんて一つもないからね。やっぱポジティブに生きていかないと、現代社会ではネガティブいらないと思ってるんで。
どうしようかな。まあね、ちょうど月の折り返しだから後半戦頑張りましょう。50名さんいらっしゃい。楽しんでってください。くみたんアットマークかずみちおしさん、お互い頑張ろう。そうだね、みんなで頑張って生きていきましょう。頑張りましょう。 あとね、T シャツがかなり売れてるんですよ。 T シャツ買ってくれた人ありがとね。おかげさまでかなり売れてます。ありがとうございます。ありがとう。買ってないや。あ、そう。はい、耐震補強いらっしゃい。いらっしゃい。しようよわら。みんなに強要しなくていいよ。打ちたい人打ってくれるから。普通に雑談しよう。普通に雑談しよう。普通にやろう。普通に。初見さんいらっしゃい。え？アスタリスク。何？サメちゃんの面会って何？サメ島さん逮捕されたの？うたこさんワドツ。え？何それ？大輝さん逮捕されました。え、なんで？なんで逮捕されたの？タクミアットマークカズミチプロマネージャーさんはどつ？あ、タコミさんはどつ？サメ島さん捕まったよ。なんで？なんで捕まってんの？マジ言ってんの？すげえな。ヤミさん知らないの？昨日のんちゃんと捕まった。ミタンアットマークカズミチオシさんキムバイラクミっぽい。え、それどこの警察署に捕まってるのかわかるの？どこの警察署に捕まってるかわかる？接見禁止な。ヤミさん亀あり。亀あり系。レイさん初見です。レイさんいらっしゃい。楽しんでってください。コメントありがとう。タクミアットマークカズミチプロマネージャーさん亀あり。亀あり？クミタンアットマークカズミチおしさん亀あり。亀ありか。いや、え、何それ。何罪で逮捕されたの？現行犯？何で逮捕されたのかによるんだけど、接見禁止つく可能性あるから。昨日キムバエの家にリアル突した。
不法侵入ってこと？つばえさんのことで捕まった。捕まる？罪状は何よ？なんだそれ。うん。闇さん住居侵入。住居不法侵入か。石鹸ついてっかな、石鹸禁止。今から亀有行くじゃん。亀有。TTAP トランプさんにゃんつば。闇さん合鍵でドア開けてしまった。あ、それアウトだわ。それアウトだわ。駅はどこにあるんだろうな。キムバエの合鍵持ってドア開けようとしてた。なんでキムバエの合鍵を持ってるのか不思議なんだけど、なんで持ってんの。亀有って大江戸線で行けたっけな。亀有って大江戸線通ってたっけ。亀有、亀有か。組さんアットマーク和道おしさんつばにゃんかと。つばにゃんからもらったんだ。あー、亀有か。どうやって行けばいいんだろう。闇さんはクソ絡みらしい。あ、クソ絡みか。大地さんツバニャンが渡したとか。うん。あ、でもまあそれは完全に不法侵入だね。アウティだね。レオさんキムバエの大本自作自演と思われる。いやまあ、お経の CD さん、和道さん、こんにちは。そうなんだよね。合鍵の出所はいろいろ憶測出てるね。ツバニャンしかなくねえか。ツバニャンしかなくね。亀有ってさ、なんかどうやって行けばいいんだろう。亀有ってどうやって行けばいいんだ。亀有めんどくせえな。アクセスねえな。亀島のお姉さんも捕まったよ。大江戸線あんのかな。青と大江戸線あんの。亀有警察署遠いんだよね。いや別に面会行っても全然構わないけど。闇さん留め置き管理電話したら石鹸禁止ついてたら無駄になるよ。あー、石鹸禁止ついてる可能性あるよな。電話してみようか。電話してみようか。大助耳アットマークさん、多分24か48時間で釈放されると思う。まあね。ベイハーフキーさん、総務線ガブリンチョさん、総務線か。ちょ、警察電話してみるわ。お経の CD さん、東京メトロ千代田線亀有。東京メトロ。アットマーク和道おしさん。まあ電話してみるよじゃあ。レオさんつばにゃんとした場合、つばにゃんに絵が何もないのはおかしい。TTAP トランプさん、後ろで金出してるババアがキーマンかと。ガブリンチョさん、大江戸線って使いづらいよね。ちょっと待ってね。亀有警察署電話してみるよ、じゃあ。ちょっと待って。まいったな。逮捕されたの？俺、金梅さんが逮捕されたと思ってたわ。ちょっと待って、電話するよ。どうしよっかな。ちょっと待って。電話してみる。亀有。クミタンアットマーク和道おしさん、お願いします。ガブリンチョさん、アングル変わってる。コンタさん捕まったんですね。より大きいより小さい。まゆみさん、こんにちは。ちょっと待ってて。
オさん、サメ島さんとのぞみさんが逮捕されたらしいです。さ、サメ島さんのさ、本名教えて、誰か。サメ島さんの本名なんだっけ。森一馬だっけ。森一馬で合ってる。ガブリンチョさん、いつも思ってたんだけど音楽大きすぎるかも。ホープ佐野さん、森一馬。お経の CD さん、森一馬。闇さん、森一馬。真由美さん、そうだね。TPAP トランプさん、森義行。ガブリンチョさん、髪切ったんだね。千秋さん、聞いたことがある音楽。お経の CD さん、WWW。コンタさん、森一馬だったと思います。お経の CD さん、千秋さん、こんにちは。コンタさん、カズマ。ガブリンチョさん、音楽の音大きい。ガブリンチョさん、音楽うるさい。千秋さん、あ、CD さん、メオも笑う笑顔、こんにちは。メオさん、和道さんは仲良しだから心配だわな。TPAP トランプさん、のぞみは実刑。千秋さん、どこに電話してるの。あ、聞こえる聞こえる。千代アットマークさん、憶測は良くないよ。聞こえる。あ、ごめんね、ガブリンチョ。音楽下げたけど、どう。今日の CD さん、昨日、サメちゃんもこんな感じでミュートしてた、わらわら。ガブリンチョさん、音楽ってか、このテーマのやつね、わら。どう、ボリューム、ガブリンチョ、下げたけど。聞こえる聞こえる。今ね、亀有警察署に、電話で確認したら、もう、死刑になっちゃったって。もう、二人とも、死んでますね。もう、首、跳ねちゃったらしいので、二人とももうお亡くなりになってるそうです。残念だな。会いたかったな。もう会えないです。死にました。二人は、国家反逆罪で死にました。っていうのは、まあ、冗談で。接見禁止の命令がまだ出てないんだって。まだね、会えないって。どっちにしろ。どっちにしろ会えないって。うん。だから、19日の朝にはわかると思う。多分だから48までは会えないんだね。うん。48まで、48か28が決まるまで会えないと思うから。まだそうだ、俺も裁判久々だからあれなんだけど、裁判所に明後日行くんだって。で、そこで、なんだ、交流、10日交流なのか20日交流なのか、それともその場で4発で返すのかとか決まるから。うん。そうだね、拘置所ではない、留置所。うん。だからしばらくどっちにしろ行っても会えないって。夕方5時前だから、今はもう来ても会えないし、明日、明後日はどちらにしろ裁判所に移動してるから、無理ですって。裁判所では検事かな、ちょっとわかんないけど。二人ともだね。二人ともじゃないね。うん。はい、ワトツー、ちゃんまいらっしゃい。まあ、そうだよね。まあ、会えるわけないよな。うん。まあ、そんな感じみたいっすね。
ワンちゃんって何？ああ、そうだよ、ワンちゃんどうすんだよ、どうすんだよ、そうだよ、ミントだっけ、ミンクだっけ、ミントどうすんだよ、そうだよ、犬飼ってるじゃん。犯罪になるね。例えばなんだけど、リスナーさんがリア突しました。で、例えばほら、のぞみが俺の家に来たことあったでしょ。あれで警察で、もし俺の住居に一歩でも入ってたら不法侵入で訴えられるよ。ミント大丈夫なのかな？車の中にいる？大丈夫なの？ミント。二日も飯食わなかったら死んじゃうでしょ。初見さんいらっしゃい、ミーさん。今、鮫島さんの兄弟の話してますね。うん。犯罪の専門用語、解説しましょうか。じゃあ、犯罪の解説聞きたいんだったら、今何を話してたのか解説しますけど、聞きたい人は手を挙げてください。いっぱいいたらやります。どういう感じで裁判が進むのかとか。そうそう、48とかね、いっぱいあるんだけど。さすがに警察が保護してる。あ、じゃあ大丈夫だね。ですね、まず、現行犯と現行犯じゃないパターンっていうのがあるんですよ。うん。で、現行犯っていうのは、もう警察官が目の前で明らかにこれは犯罪が行われたっていうのがもう確定してる場合。例えばさ、警察が来た時に、金林さんの家に鮫島さんがいるわけよ。警察が到着した時に。で、金林さんがこの人たちは不法侵入ですって言った場合は、もう鮫島さんがどんな言い訳をしたとしても、不法侵入は不法侵入の疑いがあるわけよ。現行犯でもう確定してるわけじゃん。だって普通に遊びに行ったら不法侵入なんて言われないわけだから。だから合鍵を持って入ったっていうもう証拠がある時点で現行犯逮捕が可能なんですよ。で、今度現行犯逮捕しましたっていうと、警察の権限、これは警察署の権限で48時間まで拘束することができるんです。身柄を。この時点ではまだ罪人ではないです。これが俗に言う容疑者ってやつですね。容疑がかかっていて、罪はまだ確定してない状態。で、48時間しか警察には拘束する権限がありません。で、この48時間の間に取り調べをしたりとか、何をやるかっていうと、今度は取り調べの期間を延長したいっていうことを裁判所に言うんですよ。警察が申請をします。で、検事さん、検事取り調べはその後か、まず裁判所に行った時に、まあ、こういうことでこうこうこうだけどっていうことで、まあ、罪が軽かったら、まあ、その場でうやむやになる。例えば、酔っ払って寝てたとか、なんか、事件性がない場合っていうのは、そこで返されます。はい。もう、要は、48時間で、さよならっていう。これは、いわゆる事件じゃない状態ですね。うん。要は、前科もつかないし、ただ48時間警察に拘束されたっていうだけ。うん。で、昨日逮捕されたから、そっから48時間あるんだけど、裁判所に行くって言ってるから、多分警察は、取り調べの期間を設けようとしてますね。ただ裁判所がどういう判断を、そう、勾留延長って言います。要は警察の留置所に留める期間を20日まで最高延長できるんですよ。だから簡単に言うと、よくさ、カツ丼持ってこいとかさ、ドラマのシーンでさ、取り調べ室でどんどんやれるじゃん。お前やっただろうみたいな。ああいうのができるっていうのは、48時間プラス20日間なんですよ。だから日本の警察っていうのは取り調べにすごい時間をかけて、その20日間で勝負をかけるの。20日間からはもう捜査ができなくなるから。そう、身柄拘束ですね。そうだから現行犯は現行犯よ。うん、 OK。 現行犯は私人逮捕も OK だよね。ガブリンチョさん正解ですね。刑事事件に関して言ったら、例えば俺の家で暴れてたり、ナイフ持ってる人とかがいたり、住所、法侵入。例えば、金梅さんの例だと、逮捕することはできます。うん。私人逮捕できますね。はい。まあ、なかなかやる人はいないだろうけど、できます。経験者は語るか。いや、みんな知りたいって言うから。うん、で、まあ、48の間は家族しか、まあ、普通会えない。弁護士か家族かっていう。そうやってリスナーも警察手続きを、詳しい。弁護士さんが、看板壊した、え？便所さんが看板壊したや、捕まえたみたいな。何を言ってるか全然わかんないから、日本語をちゃんと書いてください。うん、全然わかりません。はい。まあまあ、そういうことですね。多分俺の予想48だと思うけど。できるけど、実質無意味なのがえぐいよね。
無意味ではないよ別に、うん、逮捕できて警察に身柄を引き渡すんだけど、その時に暴行を加えられたって言われるんだよ大体。要は俺は無罪だ、暴行を加えられたからって言って逆に訴えられる可能性があるから、だから私人逮捕があんまり使われない、うん、警察さんがたまにやるけどね、プライベートの時に。だからその法的なノウハウを知ってないと私人逮捕って難しいんだよ。だって相手に危害加える可能性高いから。だからかなり武術をやってたりとか相当な力量がないと難しいよ。ていうか俺が何がびっくりしてるかっていうと、亀有警察署のホームページみんなアクセスしてみて笑うぜ俺はこっちがびっくりしてるわ。亀有警察署のホームページのレイアウトがあのさ、もう20年ぐらい前のレイアウトなんだよ。笑うぜ。亀有警察署今見てき、見てみな、爆笑するよ2017年にこのデザインはないわっていう、うん、そうそう、めんどくさいんですよ私人逮捕は、うん、笑うぜ。ほんと亀有警察署これ許されないでしょ。これ HTML で作ってる感じが笑えるんだけど、見た、爆笑でしょこれ。俺これにびっくりしてんだけど、なんかもう素人が手作り感満載だよな。俺こんなホームページなかなか最近見ないよ。すげえよな、亀有遅れすぎだろ。あ、警察署大体そうなんだ、うん、サメちゃん電話したよ今、うん、あのしばらく会えないっすね。どんな感じ、いや見てくればわかるよ。亀有警察署でググってきなよ、もう笑うから。私人逮捕っていうのは簡単に言うと刑事事件って言われてるのがあるぞ。だから不法侵入とか殺人未遂とか殺人とか傷害とか、それって一般人も逮捕する権限があるんだよっていうこと、うん、電話に出たのか、うん、いや電話直通でつながるわけないじゃん。今亀有警察署に電話して面会の、あの接見禁止ついてるかどうか聞いて、でまあしばらく会えないっていうのを確認したんですよ、うん、今みんなが心配してるから、あ、じゃあ調べてあげるって言って、うん、まあでも不法侵入はまずいよな。ちょっと鮫島さんらしくないよね、うん、新しいフォロワーさん紹介します。あっちゃんさんフォローありがとう。逮捕されてるね完全に。なんか古いよ、うん、金梅はサメちゃん来るのを事前に知ってたから警察を呼ぶか呼ばないかを考える時間はあったんだよね。まああったね、確実に。だから3時間ぐらいやってたでしょあれ。いや、あのね、だけど、あの、合鍵を使ったら確実に不法侵入でしょ。例えば、みんな想像してもらいたいんだけど、金梅さんって考えるからおかしくなるんだよ。例えば、サメ島さんがみんなの家の合鍵を持ってて、いきなり入ってきたら嫌でしょ。知ってるけどって。サメ島、カズマとのぞみが家にいて、勝手に合鍵使って入ってきたら嫌でしょ。やっぱ警察呼ぶでしょ。そういうことだよ。別になんか金梅さんだからっていう話じゃないんだよ。でしょ？俺だって多分不法侵入でや、怖いでしょ？だからなんかね、配信者だからネタでしょとか考えるのが、結構なんかみんなも、なんつうの、洗脳されてて、配信だからっていうのに毒されてるけど、金梅さんの気持ちになったら、まあそれは警察呼ぶよなっていう。うん。事件的に不法侵入はどうなんだろうな。今回警察がどう出るかだよな。どうやって出るんだろうね。新しいフォロワーさん紹介します。レイさんフォローありがとう。逮捕されるオプションも当然考えてて想定内だったと思うけど、ただ、趣味はネタだった。うん、まあ予想外っつうか、なんだろう。でもね、俺昨日話してたんだよ。これどう落ち着けんのって。慣れ合うの？喧嘩すんの？って言って。俺、たどり着いた答えが、警察沙汰にするっていう、逮捕ネタにするっていうのは、一番綺麗なオチだと思ったから、うん、こうなるよなっていう。なんかね、金梅さんと鮫島さんが絡んだ時に、どうやってオチがつくのか、わからないんだよ。で、まあ、一応悪いけど、二人とも、三人か、二人か。カズマさんと金梅さんは、一流の配信者なわけですよ。もうネタのことしか考えてないですよ、二人は。だから、まあ、正しい、放送的には正しい終わり方だと思うけどな。うん。だって、金梅さんのキャラ的にも、鮫島さんのキャラ的にも、慣れ合いはできないと思うから、
あれはだからまあ想定の範囲内というか、むしろなんか教科書みたいな配信の落ち方だよな。金梅さんの台本だったら鮫島さんたちは無罪。いや、そんなことないですよ。全然、あのね、なんか誤解してる人いっぱいいるんだけど、日本ってちょっと刑法が特殊なんですよ。例えば不法侵入で逮捕されたら、不法侵入以外に悪いことやってたとしても、それでは裁けないんですよ。不法侵入かどうかだけを見るの。だから台本だったとかネタだったとか通用しなくて、合鍵を使って勝手に入ってきたのは事実でしょって、それ不法侵入だよで終わりなのよ、法的に言ったらね。みんな過去の黒歴史を隠すけどネタにした方が美味しい。俺全然過去の黒歴史全然隠したこと一回もないよ。ガブリンチョ多分さ、ガブリンチョ俺の放送まともに見てないでしょ。俺生活保護のことも前科3犯のことも赤裸々に語ってるよ。多分ね、それ思い込みだよ。ちゃんと見た方がいいよ。のぞみは執行猶予中だったはずだから、あの終わり方で言い訳がないだろう。執行猶予中に悪いことをする方が悪いと思うんだけど。俺、のぞみさんかばう気も全然何もする気ないけど、執行猶予って、刑を免れてあげるからおとなしくしてなさいね。もし悪いことやったら、本当に逮捕するからねっていうのが執行猶予なのよ。弁当とか爆弾って言われてるやつなのよ。その最中に悪いことする方が悪いと思うんだけど、どう思う？それ金梅が悪いとかじゃなくて、明らかに悪いことをしたのは悪いことをした方が悪いって考えちゃうのは俺の考え方かな。うん。本人は平気な顔してビール飲んでた。サメは誰かから合鍵を手に入れたからネックじゃない。そこはあんまりネックにならないかな。あんまりネックにはならない。確かに閲覧数はなかなかのものだった。でも警察が出てくる話はイメージは良くないような。まあ金梅さんは格を落としたんじゃないの。ニコ生から見てるよ。あ、そう。警察もいい迷惑だな。それが正しいよね。ももちゃん、バカプレゼントありがとう。金梅さんが鮫島さんたちをなんだろう、貶めたのかな。いや、貶めたとかないよ、別に。なんか、あんまりこういうね、くだらないことで振り回されない方がいいよ。ふわっちの運営、延長チケットをプレゼントしました。何？え？鍋が完成しました。鍋なんか作ってないっすよ。運営さん、どういうこと？ちょっと待って、どうした？ふわっちの運営が土地狂った？なんだこれ、いきなりなんか鍋が完成したって。運営さん、全然意味がわかんないっす。何？鍋が完成しましたって。どういうことこれ？何これ？運営がいきなりなんか、わけわかんないこと言ってんだけど。何これ？どういうこと？いや、運営がなんか、コメント欄にあるでしょ。鍋が完成しましたとか言って。知らないよっていう。なんか笑えない。笑えないっていうか、ネタじゃないからね。普通に逮捕されてるからね。鍋のアイテムで延長チケットくれる？ん？あ、そういうことか。みんなが投げてたのか。ありがとう、ありがとう。あ、そういうことか。あ、そういうことか。なんかみんながネギとかをくれてたのか。ありがとう。執行猶予は刑罰を保留しているだけでなくなるわけじゃないしな。そう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 。ネギ、豆腐、肉のアイテムが揃うと。あ、鍋完成ありがとうございます。二つ目ありがとう。四八交流が終われば接見できるはずだから、あさってワド行ってきてくれ。うん、その予定だね。まあ仕事とかの都合で俺4時に終わるからちょっと分かんないけど、別に行ってもいいよとは言って、それで行こうと思ってたのよ。まあ心配してる人いっぱいいるだろうし、多分ね。でもね、四八で俺解かれると思うけどな。くだらなすぎない？これでほんと執行猶予ついて望みがパクられて刑迎えたら、いくらなんでもかわいそすぎるっていうか、ちょっとひどいよなとは思うけど。でもまあ、おとなしくしとかないといけない時期だから、よくやるよな。交流中の生活は、いや、だから、留置所生活はずっと、まず、何時だったかな？朝7時半かな？ 7 時半起床を、布団を畳んで掃除機かけてトイレ掃除をする時間が15分ぐらい。もうそっからあとは取り調べはずっとあるんだけど、それ以外取り調べがなくなってくるとずっ
とも部屋の中にいるだけで、昼にご飯で、夕方何時だったっけな、晩飯は晩飯5時だったかな、早いんだよねすごい、夕方もうとにかく3食食って、あとは面会、弁護士さんか普通に面会かっていう、だから漫画本とか持ってきてもらわないと非常に困るみたいな。いや、あの暖房完備してますあのみんなが思ってる感じじゃないと思うよ、めちゃめちゃあったかいし飯はうまいし。あ、でも東京まずいんだよな、かわいそう、留置所行くん、あれだ、裁判所、あのね、地獄って言われてて、東京の裁判ってめちゃめちゃ人数多いんだよ。で、その一件一件とんでもない量来るのね。あのね、裁判所にね、一日だけで500人ぐらい集まるのよ。で、知らないやつとかタトゥー入ったやからとか全部一緒の一部屋9席の木の板に座らされるの、ずっと超腰痛くなるの。明日明後日地獄だよ。6時だっけ、一人部屋、俺は一人部屋だったけど、おそらくはね 4,5 人部屋だと思います。俺はね毎回一人部屋なんですよ、ちょっと事情があるんで。ただ普通の場合はね 4,5 人の相部屋です。きついよあれ。鮫島さんたちも何か何か絵がなければやらないと思います。まあそれは鮫島さんに聞いてもらいたいな、うん、俺鮫島さんじゃないし、俺急に言われたから、鮫島さんが逮捕されたっていうのは今知ったばっかりだから、なんかあの別に鮫島さんで便乗枠やるつもりも全くないし、ただまあ友人っていうか先輩だから、うん、鮫島さんの リスナーにね、ワードちょっと見てきてよって言われたらまあいいよっていう感じだから、うん、全体的にほのぼのとした出来事ではあったけど、金梅の家のピンポンをのんちゃんがガンガン連打したら、それはね全然違法性はないですね。サメ島も今後派手なことできなくなる。いや、サメか、いやだから執行猶予がつかなければ大丈夫だよ。うん、それなりの報酬。いや、あのね、なんかね、みんなね勘違いしてるけど、台本みたいな台本ってないよ、配信って。そうじゃなくて、いつも言ってるけど空気の読み合いなんだよ。もうなんか将棋に近い、相手がこの手を指してきたらこの手を指そうみたいな、でその手の指し方に癖があるんだよ。要はなんか盛り上がるそのオチみたいなのを何パターンか持ってるんだよ、自分の得意な、ある程度の配信者になると中堅以上って言ったらいいかな。で、あの二人はまあ一流なわけだ、金梅さんも鮫島さんも。で、まあどうオチをつけるのかっていうのは俺も絶対見えないパターンだったの。鮫島さんもこれどうする気なんだろうっていうのが気になってて、慣れ合うか喧嘩するか殴り合うか、もう警察の3パターンしかなくて、で慣れ合いも喧嘩のパターンもないなって思ったの、正直。なんでかっていうと金梅さんが多分それをあんまり好かないっていうか、で鮫島さんも今のスタイル的には殴り合いっていうか、鮫島さんは殴り合いじゃなくて殴らせるタイプだから、うん、だからまあ今回のパターンっていうのはまあセオリーじゃないけど、金梅さん×鮫島さんがお互いなんか読み合いして盛り上げ合いしてたらこうなるよなっていう。大手はさすがに裏で慣れ合ってるからね。いやそんなことないよ、それはどちらかというと、うーん、誰だろうな、そういう、いや、鮫島さんと金梅さんはまずとりあえず慣れ合ってはないよね、うん、っていうかね、そういうのに振り回されて、2ちゃんの情報とかに振り回されてるだけだと思うよ、うん、なんか俺はほらリスナーじゃなくて配信者の側だから言えるけど、まあその台本渡されたのゴロリ以外ないよねまあ面白いよね、ゴロリの台本はすごかったよゴロリの台本はすごかったよ。何時何分集合、どこどこへ移動、移動距離何分、雨天の場合はこちらに移動緑さんの司会により企画がスタート、立ち位置はこっちからこっち、窓をあんまり出しゃばるな、はいはい、うん、まあ台本大好きですよゴロリはゴロリ以外台本書くやつていうかね、配信者ってめんどくさいから台本なんか書かないよ、うん、いや俺妻じゃんとかていうかあんまり配信見てねえかんな、うん、落としどころが、そう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 、うん、ヒロロさんと俺は同じ読みかな、うん、いや
逮捕させないんだって、それなら。まあ鮫島さん逮捕気にしてないでしょ全然。逮捕の覚悟で言ったってことになるのかな。いや俺は鮫島さんがやりたかったパターンはそっちじゃないと思ってる。鮫島さん本人がやりたかったパターンは金梅さんに殴られた方が美味しいって考えるの。鮫島さん引っ張るし炎上させて相手が悪くしたいのよ。でとことん冷たいタイプだから相手に火を負わせるのがうまいタイプなのね。でもう1週間1ヶ月っていうでっかいネタに育てるのが得意なんだよ。だから多分殴らせたかったんじゃないかな。もうとにかく煽りまくってどう転んでもいいから金梅さんを怒らせたら鮫島さんは勝ちっていう絵だったんだよ。で金梅さんはそれを分かってるからそれがめんどくさいから封じ手みたいなのをやったんじゃない。なんかここで終わりみたいな一線を引いたんだと思う。合ってるよねガブリンジョン。俺はそ鮫島さん側は金梅さんを怒らせに行ったんだと思うよ。てか鮫島さんはそれが得意な配信者じゃん。要は小さい火種を豪華に変えるっていうかわかる。小さな小さな火種を一気にガソリン投下するタイプだから。そうだから金梅さんは乗らないっていう判断をしてたの。だからなんで鮫島さん行くんだろうなっていうのは思ってたけど、まあまあ逮捕落ちも頭にはあったんじゃない。タンさんこんばんは。まあ金梅さんは乗らないよね今のポジションがあるから、だから俺がウサギ盗んだ時に野田が使った手だよ。要は和道ってやつあんまり絡みがないと、絡みづらいと、で何するか分かんないと、で和道がウサギ盗んだと。普通警察呼ばないじゃんそんなくだらないことで。じゃあ警察落ちにしようって、野田が使った手に似てる。野田が使った手だね昔俺に。いやあのね、執行猶予ある身としては執行猶予されて逮捕されると本当危ないから、まあ望みが執行猶予どれくらいついてるのか分かんないからあれだけど、刑務所行きたくないじゃんやっぱ。で例えば1年入るってなってさ、こんなくだらないことで1年入りたくないじゃん。だから鮫島サイドは逮捕のオチはあんまり考えてないはずなんだよ。閲覧があそこまで伸びた要因は何ですかね。なんで俺に聞くの、知らないよ。俺に聞かないでよ。みんな暇なんでしょ。見てる人間が暇なんだよ。それだけでしょ。4発交流の後、そうだね、だからあさってだね動きがあるのは。あさって電話するから、それでっていうかあさっての朝の時点で配信が始まったら終わり。要は刑罰にならないで、もし配信が始まらなかったら俺は電話するよ。そしたらもうまずもう裁判になるの確定だから。20日交流があって裁判にならないパターンってもう半々ぐらいかな。だからまああさってまではああでもないこうでもないって言って解説員が、だからあれだよ、便所太郎さんとか美味しいんじゃないの。便所太郎さんとか深夜町とかつばにゃんの閲覧が稼げる時期でしょ。周りが美味しいんだよ。周りがもう便所さんなんか絶対イキり立って解説枠やるよ。いやーさーっつって。のんちゃん執行猶予前回なんかしたの。いやコメントにそう書いてあったから俺は知らない。コメントにそう書いてあったそれが事実だと仮定してっていう話だね。まあそんな感じですかね。便所昼間からやってた、さすがだね、早いね早いね。今回の事件についてっていうタイトルだったんだろうね。鮫島逮捕についてとかいうそういうタイトルだったんだろうね。そこはねプロ意識高いですよ便所。俺はあんまり乗っかる気ないね。鮫島さん友達だし金梅さんも先輩だし、なんか先輩同士が何やってんすかみたいな感じだよ俺からしたら。金梅兄やんとサメサメ兄やん何やってんすかみたいな。
何やってんすかみたいな。うん。便所妻には閲覧すごかった。いや、まあ、便乗した、するのが普通なんじゃないの、タイトルを、その、なんか。でも、俺はそういうことやるやつは三流だと思ってるから。どうでもいいけど。うん。便所さんはね、まあ、解説結構定評あるからね。みんな頼りたくなるんでしょ。まだプレゼントありがとう。うん。まあ、そんな見解ですよ。俺もあれだからね、言っとくけど、みんなの方が詳しいからね。俺、配信見てないし。忙しいんですよ。昼間働いてるし、コメントで知ったぐらいだから、ちょっと適当な部分がいっぱいあるかもしんないけどさ。まあ、参考程度にしてください。ああ、いやいやいや。無駄に犯罪には詳しいんで。なぜか。便乗しても数字取れる人は限られる。そりゃそうでしょう。うん。便乗しちゃってさ、自分のファンになるわけじゃないから、あんまり俺は、そういう閲覧の取り方はあんま得じゃないと思ってて。いや、和道の配信普通に聞きたいんだけどっていう人がいればそれでいいから。うん、なんかもう配信会のごたごたで、面白いことが、もうループじゃん、全部。もうなんか使い古されたネタで、なんか配役が変わってるぐらいにしか思えないから、ネタは出尽くした感があるんだよね。うん、そう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 。まあ、ただ今回はそう、大物と大物だったわけな。鮫島と金映えっていう、なんか面白い絡みだったからだと思うけど。あんまり気にしてないかな。三名島さんと金梅さんは今回の事件で利害関係が一致してる気がする。どんな利害関係？どんな利害関係？いや、金梅さんはとにかく閲覧が増えて事件になれば金梅さんの勝ちだから、どう転んでも金梅さんの勝ちなんだよ。ただ三名島さんは多分ね、金梅さんに粘着すると思うよ、今後。俺の予想だと。だから、金梅さん、瞬間的に見たら金梅さんは美味しいかもしんないけど、一個のネタぐらいにしか考えてないだろうけど、なんつうの、鮫島さんほら、うなちゃんマンがいなくなってる。因縁のライバルいなくなってるから、ちょっとうずうずしてるんだよ。だからね、なんか金梅を、なんかこう、いじるみたいな、そういう構図になりそうな気はするかな。だから、序章戦だろうね。新しいフォロワーさん、横山ゴールドさん、フォローありがとう。鮫島の支援者は誰だ？いや、俺知らんよ、そんな。っていうか、支援者いなくなったって言ってたけどね。なんかね、ふわっちってやってみるとわかるけど、みんながみんなバラバラに支援してる感じだよ。まあ、太い人とか、少ない人とかいるけど、ニコ生とかだと一人二人の大きい支援者とか三人ぐらいじゃん、いても。が、ガツンって感じだけど、ふわっちはね、みんなが1000円くれる。みんなが1000円くれるっていう。それが、10万円の人もいるっていう。なんか、結構いろんな人がくれるから。なんか、支援者って言ったら、まあ、なんだろう。全員が支援してくれてるっていう印象があるけど。鮫島さん、誰かにはめられたんちゃうのかな？もうこの世界何が真実かよくわからない。いや、配信に真実なんかないっすよ、ニャンスカさん。いや、俺も放送見てないから申し訳ないけど、なんかこう、みんなからコメントの情報を集めて語ってるだけだから申し訳ないけど。お、塚さんいらっしゃい。仕事前にご挨拶だけ。はい、行ってらっしゃい。今回はサメちゃんは金で動いたとは思えないけど。いや、金じゃないよ。鮫島さん金で動くタイプじゃない。まあ、金で動くこともあるけど、てかね、配信者って金で動くっていう感じはあんまないよ。うん。なんでかっていうと、金で動くと面白い配信できないのよくわかってるから。うん。鮫島さんと金梅さんに共通するカードは、ツバニャ。いや、なんか深読みしすぎな気がする、俺、ネオさんは。別に大したことないっていうか、あんまり考えてないよ。面白くすること以外考えてないから、あれくらいの配信者になると。だから裏があるって考えるんじゃなくて、盛り上げようと思ってこうなっただけだと思うよ。多分それが正しい配信の見方だと思ってて、なんかそんなに考えてないっていうか、考えてるんだけど、何を考えてるかっていうと、どうやったら閲覧増えるとか、どうやったら盛り上がるとか、
どうやったらみんなが疑心暗鬼になるかとか、どうやったらコメント走るかとか、そういうことばっかり考えてんの、配信者って。で、それに長けてる、まあトップ2なわけじゃん。まあ、その、金梅さんもそれが上手いわけだし、鮫島さんなんかキャリアは一番、配信者の中で今一番古いの鮫島さんだよ。だから、お互いがお互い盛り上げようと思ったらこうなったっていうのが、そう。うん。便所さんは金で動くって言ってた。それはね、便所さんが、だからダメなんだと思うよ。便所さん、ていうかね、配信者の解説って自分が思ってることとか自分の主観が入るから、それ何を指してるかって、便所さんは金で動くって言ってたらってことは、便所さんが金で動く人なんだよ。だから、解説よく見ると、その事件の本質を知るためじゃなくて、その配信者が普段どういう考えをしてるのかが出るの。だから、便所さんは金で動くっていうのを公表しただけ、それ。うん。いや、そういうことでしょ。うん。うん。が、俺はそういう風に見るけど、まあ、ああでもない、こうでもないってやってんのは、リスナーさんが楽しいんだろうね。それでいいと思うけど。遊び心、そう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 。うん。まあ、いいんじゃん。新しいネタができたんだから。うん。ただちょっと望みがもし執行猶予あるんだったら、ちょっとそれでね、アウトになったらちょっとかわいそうかなとは思うけど、うん、くだらなすぎるよね、それでアウトになったら、うん、お、直徳さんご無沙汰っす。ういっす。バカありがとうございます。うわ、めちゃめちゃご無沙汰じゃないですか。めっちゃ久々に見た。どうもっす。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。直拓さんめっちゃ久しぶりだ。まあ盛り上げんのうめえよな、あの二人は。あ、いえいえ、全然全然ありがとうございます。今回の流れだと罪の償いしんどいね。まあ、悪いことやる方が悪いんだから、うん、悪いことやる方が悪いんだから、そこは法治国家なわけだから、うん、次の相手を見つけただけ。いや、まあ美味しいよね。ミントはね、警察が保護してるから大丈夫だよっていう情報が入った。俺もだからミントかわいそうだなと思って、ミントめっちゃ懐いてくれたから。あ、鍋ありがとうございます。助かるな、延長チケットいっぱいもらえると。あ、アイテム鍋とかネギとか余ってる人いたらぜひいただけるとありがたいですね。アイテム余ってる人、なんか無料で配られてるんでしょこれ。もしいたら、あの延長チケット1枚50円分に相当するんで、もしよかったら協力してください。あ、金梅さんの絡み方にがっかりしてんのか。ちょっと警察呼ぶタイミング早すぎねえみたいな。いや、だから俺は、だから、鮫島さん、おそらくだよ。これ俺の想像だけど、俺は金梅さんが鮫島さん殴った方が面白かったんじゃないのって思うけど。だから金梅さんも丸くなってっからな、最近な。うん。もうほら、これ以上ないぐらい大手になっちゃってるわけだから、守りに入ってるでしょ。攻める必要がないんだって。うん、配信会で間違いなくトップ10には入ってるぐらいの実力あるんだから、こっから先もうないんだって。だったらその囲い込む方に回った方がいいんだよ、うん、桜子ちゃんいらっしゃい。そうそうそう、まあそれはもうだってここ 2,3 年ずっ、ここ2年ぐらいかキャスに行った時からそういう状態にはなってたな。でもそれはしょうがないと思うよ。だから金梅さんに期待する方がおかしい。だから今の若い子は今の金梅さんで面白いと思うけど、なんつうんだろう、昔の金梅さん、レジェンドだった頃の金梅さんはもう戻ってこないよっていうのは、俺も期待してるけど、もう無理でしょ。うん、ねえ、金もジャブジャブ入ってくるし、リスナーも何やってもリスナー来るんだから、攻める必要がないでしょ。うん、でもそれはそういうもんだと思うよ。だからみどりさんもそうだし、うん、大手、超大手になった苦悩でしょ、うん、いやだから超大手だけが分かる苦悩だと思いますよ、もう、うん、
直拓さん。だからその昔の金杯閲覧守りすぎっていうリスナーの気持ちもわかるけど、俺もそれはあるけど、昔の金杯さんもうレジェンドっていうか、枠開いたら神回だったあの頃の金杯さんとはもう違うよ。後輩育てる側に回ってんだから。うん、いや完全に巻き込まれてるでしょ。はっきり言うよ、俺何にも関係ないからね。なんで俺解説枠やらされてんだよっていう。俺何にも関わってないし、むしろ逮捕されたの今日知ったんだけど。なんで俺解説員されてんのか、和道解説員になってんのかよくわかんねえよ。新しいフォロワーさん、ニャンスカさんフォローありがとう。まあまあありがたいけど、うん、初見さんいらっしゃい。無料アイテムがあるので投げていいですか。ああ、ありがとうございます。ゆきぱんさん助かります。おい、こんばんは。それ言う、まあなんだかんだ自分の汚いとこをどんだけ出すかなんだよね。多分さらけ出すかどうか、なんつうんだろうな、なんだろう。でほら、金梅さんとプライベートでいるけど、なんかどんな話してるかっつうと、うわぁ、わだ、キチガイやろうぜ。なあ、うわぁ、あいつらよ、俺のキチガイ待ってっからよ。おい、キチガイがうずくんだよ。とかずっと言ってるよ。よくわかんないけど、もう、ほんとキチガイがやりたくてしょうがない病気だから、金梅さんは。うわぁ、とか言って。うん。いや、そういう人だから。うん。和道さんのマイクは隣に響かないのかな。これ俺ピンマイクだもんだって。ほら、ああだからそんな これくらいの声で話してんだよ。マイクの距離が変わると全然聞こえないでしょ。普通の声だよ。ピンマイク、ピンマイク、そんなでかい声で話してるんじゃなくて、マイクをここにつけてるから、うん、だから声張らなくても声が通るんだよ、うん、あとエコーも入れてるしね、うん。金梅はみんながネタがないか、フルカン、みんなにネタがないか。いやだからもう面白いことをやるためだけに生まれた兵器だから金梅さんは。うん、金梅さんは面白いことをやるためだけに生まれた兵器だから、うん、それでいいんじゃん、うん、頑張ります。ゆきぱんさんありがとう。スバニアも精神病んできてるから心配です。あー、あのね、配信者はね、全員病んでるから。大手って言われてる人たちは頭がどっかしらネジ5、6本足りないから。それを分かってて見てるんでしょ、うん、だからまとものやつって売れないんだよ。閲覧稼げるやつってやっぱね、人と違うからっていうか、頭おかしいからなんだよ。だから、ね、動物園だから結局、配信って。俺はあんまり人気のない動物だけど。だからあれだよ、金梅さんのライオンだし、うん、でしょ、金梅さんライオンだから。スバニアは金梅依存、うん、はい、ドラゴンさんいらっしゃい。ワード2、あんまりね、配信のことを深く考えても何にも出てこないよ、うん。何食おうかな。昨日妻には目が明らかにおかしかった。今日の夜の金梅さんの枠次第だろうな、どうなるのか。大変つうか、よく、だから、ほら、もう、2、3年やってるとさ、感覚が狂ってくるけど、やっぱね、パソコン持ったり、スマホ持ちながら大声で喋って、人にジロジロ見られても全く平気っていうのは、やっぱぶっ飛んでるとは思うよ。うん。俺も昔は恥ずかしいと思って、あんまり喋れなかったけど、外配信とか。今もう、普通に大声で喋ってるもんね、歩きながら。で、ジロジロ見られても全然平気になってるし。うん。ましてやほら、金梅さんとかクラスになってくると顔が割れてくるわけよ。もうだから変な話、多分500人に1人は知ってるわけよ、金梅さんのこと。街歩いたら声かけられるんだよ、あのレベルになると。だからまあその感覚は分かんないけど、俺も1ヶ月に1回とかだから、リスナーさんに声かけられるのは。あの人なんか毎日でしょ。
あ、脳梗塞発見者は何だっけ、頑固一徹さんだっけ、うん、だからよく言うんだけど、インターネットって持たざる者のカウンターカルチャー、サブカルでしかないから、持ってる人はネットなんかやらないからね。ネットはやんないっつうか、配信者なんかやる必要ないからね。金があるとか権力がある、地位がある、名誉があるっていう人、何も持ってないやつは捨て身じゃん。だから面白いでしょねえ、頑固一徹さんね、結構前だよね。あの人未だに生ぬしたもんね、うん、あれはね、ネットやってて良かった事例だよね。千秋さんどうも、とんでもないです、ありがとうございます、頑張ります。鮫島さんたちすぐ出てくると思う、うん、俺も4発で普通に何事もなく出てくると思うけどね、うん、多分ね、多分多分ですよ、うん、9割方は4発で解除されるはず、うん、ただほら、のぞみがさ、執行猶予持ってるから点数高いんだよ。警察って点数だから、執行猶予抱えて、爆弾抱えてるやつ逮捕して、証拠揃ってるわけじゃん、現行犯で。まあぶっちゃけた話、点数取りやすいじゃん。だからそういう、そのなんつうの、運みたいなのもあるから、正直言うと、うん、配信者も配信見てるのもカウンターカルチャーの住人。あ、まあそうだろうね、サブカルとかアンダーグラウンドとかカウンターカルチャーだよね、うん、メインカルチャーではないよね、うん、YouTube がね、ちょっとメインカルチャー化しちゃったけど、うん、ちょっとね、のぞみはね、心配だよね。友達執行猶予中に車の速度違反でダメだったよ。まあそれはダメっすね、うん、そう、ぶっちゃけた話だから、立ちションベンとかもダメだからね。俺だから執行猶予中にフランス人ぶん殴っちゃって、逮捕された時、ああもうアウトだと思ったもん、絶対アウトだと思ったもん、うん、あれはもう無理だって、もう無理だって、腹くくってたね、うん、それが被害者の方が裁判すっぽかしたからなんとか良かったけど、うん、あと弁護士さんが優秀だったから。いやー、もう地獄でしょ。のぞみは執行猶予抱えてるんだったら中でヒヤヒヤもんでしょ、うん、もうほんと執行猶予ついてて、なんか罪を犯したらもう 90% ぐらいアウトだからね、うん、フランス人どこでぶん殴ったの、神楽坂とか歌舞伎町。のぞみは精神疾患だから流れに乗るしかなかったから被害者だわな。あのね、なんか精神障害者手帳を持ってると刑が軽くなってるっていうのは嘘だよ。みんなそれ誤解があるけど、殴るっていうか、違う、俺は自分から殴るのは絶対やらないんだけど、相手がタックルかましてきたのよ。で、相手がバーって前の目にタックルかましてきて、ふっかけてきたのよ。もう止めてたんだけど、ずっと止める側だったんだけど。で、体が反応しちゃって、膝蹴りが思いっきりクリーンヒットしちゃったの。で、そっから大乱闘になっちゃって。サメちゃんと海配信からファンになり、あ、みゆみゆさんありがとうございます、コメント。もしよかったらフォローしてってください、ありがとうございます、コメント、うん、統計だとね、意外とそんなにない、みんなが思ってるほど。ただなんでかっていうと、日本の刑法だと心神喪失っていう状態、酔っ払ってるとか、要は減らってる時の証明が出やすいだけの、心神喪失状態かっていうのを争うことがあるんだけど、それが出やすいっていうだけ。まあ俺も9割方は大丈夫だと思ってるよ。総計、総計ってなんだろう、うん、統計じゃなくて総計、総計って何、うん、
精神疾患で無罪になる人はたくさんいるんじゃないの。それ思い込み。事例はあるけれどもデータで見た方がいいよ。みんなが思ってるほどそんないないよ。昔見たことある。新しいフォロワーさん、ミュウミュウさん、フォローありがとうございます。総合の件数、総合の件数はそれは少しは上がるけど、みんなはさ、手帳持ってたら何やってもいいとかさ、手帳持ってたら8割方犯罪がその軽減されると思ってるじゃん。そんなことはないよっていうことを言ってんの俺は、うん、確かに手帳持ってる人の方がそのなんつうんだろう、無罪になるっていうか刑が軽くなるっていうのはあるんだけど、それは別にあの心身喪失状態だからっていうのを、なんていうのか、担保にしやすいっていうの、なんて言えばいいんだろう、証明しやすいって言えばいいのかな、うん、もちろんないわけじゃないけど、それをなんか当たり前みたいに言ってる人がいるから、それは違うよっていうことを言ってんだ。ギャップが面白い。でも和道さんは昔何かで捕まったことがあるんですか。俺前科3犯だよ、銃刀法違反、詐欺罪あとなんだっけ、銃刀法違反、詐欺、傷害かな、この3つかな。そういう話じゃなくて、精神疾患持ってると刑が軽くなった事例の総計はかなり多い。おい、こんばんは。髪切ったよ。あやかいらっしゃい。さすが女の子は気づくね、やっぱりね。髪切った。うん、かなり多いかな。どうなんだろう。うん、ご飯何食おうかな。本当だったらね、亀有行ってね、今日面会でもしてリスナーさんに、あ、面会行ってきたよって、大丈夫だよって言ってたよっていう声届けられれば安心するんだろうけど、うん、あ、でもそれをなんで俺が言ってるかっていうと、精神疾患の手帳の数ってどれくらい普及されてるか知ってる？ガブリン長。まず配布されてる数と精神疾患の患者が犯してる犯罪率っていうのがまずずれてるんだよ。その辺のデータって見たことある？ガブリン長。そうだから、そのなんつうんだろうな、その辺のデータを見てっていうの、その昔話聞きたいの。あ、全然いいよ、全然いいよ。だからまあ、フランス人ぶっ飛ばしちゃったのが障害で、それどれくらいだろう、1年半ぐらい前かな、うん、あ、それはわかるわかる。精神疾患が犯罪とは言ってない。ちゃんとガブリン長はあのそういう言葉の使い回しは気をつけてるのはわかるけど、面会できない。家族はできるんじゃなかったかな。刑の軽減の要素に精神疾患、それはあるでしょ、うん、だけど、なんか、その、なんか、精神疾患を持ってるやつが、例えば人を殺した時に無罪になるっていう論調をするのは間違ってるよっていうことを言ってんの。最近だね。ニコ生やってる時だから。サメちゃんがあんな無茶するとか未だに信じられない。サメちゃん無茶するでしょ？うんこ食うんだよ。うんこ食えるのだ、みんな。うんこ食えるぐらい無茶するやつがあんな無茶するとは思えないって、ミュウミュウ大丈夫か？極寒の海にも平気で入れるし、うんこ平気で食えるやつなんだぞ。どこが無茶するとは思えないんだよ。無茶しかしてねえだろ、鮫島さん。びっくりだわ、今の発言。無茶の塊だかんね。むしろそれが売りだわ、鮫島さんの。自身が配信してる状況で、心身、亡弱による責任能力の欠陥は認められない。絶対無理だろうね。うん、絶対無理だろうね。みなみさん、うん、こんなみんな FC2 知らないんだよ、サメの。あー、そっか、ふわっちのクリーンなイメージなのか。昔のサメ島さんとかも極悪だったもんね。極悪っていうか、もう本当になんつうんだろう、一番悪いやつはサメ島みたいになってたからね。もうね、すごかったんだよ。もう最近ここね2年ぐらいでイメージがだいぶ変わってきたし、実際丸くなったんだけど、あのファン層が変わったっていうのが、実際丸くなってんだよね、鮫島さん。昔の鮫島さんなんてね、
もう絶対絡みたくないみたいな。サメ島って名前でみんな配信者が喋るの止まるぐらいの影響力あったかんね。うんこ食べたら後日どうなるのかサメ島さんに聞いてください。ケツの穴から酒飲んだ？それ死ぬぜ、ほんと。直腸はやばいんだよ。アルコールの摂取ダイレクトに来るから。直腸で酒入れるやつで死んでるやつって結構いるんだよ。絶対やったらダメだよ、そんな。それは危ねえな。よくね、合コンとかね、飲み会とかでね、学生とかがバカで指に酒入れてこうアナル突っ込んで死んじゃうやつとかいるんだよ。ワドホも見習え。いや俺、ね、全然、俺別に大手でもなんでもないもん、ただのその辺のなんかかっこ悪いおじさんだから。よっさんとか絶対サメ島の名前出さないもんな。怖いでしょ。まあ絡んでみると違うっていうのは分かるんだけど、あ、キャラクターなんだっていうのは分かるんだけど、絡まないとイメージがね、昔のイメージがあるから。でも別に大して何やったってわけじゃないんだよね。多分その顔のイメージとか望みのイメージが鮫島さんに全部くっついちゃったんだよね。だから鮫島さんって意外と悪いこと全然やってなくて、大体なんかあの時鮫島さんじゃんっていうの全部望みなんだよね。だからね、のぞみとセットになるとあの兄弟ってね、なんか鮫島さんに全部降りかかるんだよ。鮫島閲覧も微妙だしね。今ふわっちだとどれくらいキープしてるかな。いやでも微妙っていうか FC2 だと 1000人ぐらい見てたし、ふわっちでも300ぐらいあんじゃないの。それを微妙って言うんだ。ふわっちで300は結構すごいと思うけどね。金梅さんぐらいだよ、1000人超えるのって。安定して1000人超えるの多分金梅さんだけじゃない？他にいる？っていうかさ、ガブリンジョリスナーでさ、よくさ閲覧とか偉そうに語るやついるけどさ、じゃあお前できんのかよって。なんかさ、自分が囲ってる配信者とか自分が見てる配信者が自分みたいな言い方するやついるけど、じゃあお前できんのかよっていう。いや、ふわっちでじゃあガブリンジョ人集められんの300人とか。超難しいよ。なんかさ、その自分の功績かのごとく言うのやめた方がいいぜ絶対。自分でできないでしょ。それで微妙って言えんの。俺正直にすごいと思うよ、300集めてんのは。ニコ生をイメージしちゃうんじゃないかな。できるけどしないが買いじゃね。いやできないと思うよ。3年間必死にやってね、これしか結果が出なかった俺としては結構その辺シビアに見てるけど。サメ島は別に切れるナイフでも前のボーリング大会からイメージ湧かない。まあ全然今は丸くなってますね、優しいよ。あ、里見さんも閲覧あるか。あ、いえいえ、解説とかじゃないよ、別にだべってただけだよ、思ったこと。暇つぶしです。ワドもニコ生じゃ集めてた。俺どれくらいだろうな。いや俺立ち見映画ね、後半出始めたぐらいだから、アクティブ500ぐらいじゃないの。アクティブ500か、立ち見 B 出てなかったから500から700ぐらいだと思うよ、ニコ生の時マックスね。一番調子良かった時で。あ、まあサイトにはよると思うけど、多分ね、あのふわっちの場合だと1000超えてるのが本当もう2人ぐらいしかいなくて、でその次に500人ぐらい、300人から500人の人たちがいるんだよ。でその後に俺が出てくる、その100人か200人かみたいな、そう、上から3段階あるんだよ。そう、いくらとか意味ない、どこでどうかとか。いや俺にふっかけんのやめてくんない、なんか。なんで俺にそんな喧嘩口調なのかよくわかんないんだけど。ふわっちだと200でもすごい。ふわっちの中でだからトップ20ぐらいには入ってんじゃないの？上から。稼いでる額も閲覧、稼いでる額より閲覧の数の方が俺は多いか。里見がなんで閲覧あるのか理解に苦しい。金映えバブルじゃないのかな？わかんないけど。やってみろって言うから正論言ってんの。正論っていうかさ、だってさ、
結果出せない人が何言っても評価されないじゃん。俺はそれが世の中だと思ってて、1ユーザーがなんか300人集めてる人に対して微妙って言っても、鮫島さんからしたらじゃあやってできんのっていう感覚になると思うけどな。俺は鮫島さんの方がすごいと思ってるから、実際行動してるし実際集められるじゃん。うん、スロットで12万バグだ。あー、サバカ復活さんいらっしゃい。和道さん、いつも映してる角度違うからなんか不思議。そう、いや、カメラが壊れちゃって、うん、あのサブカメ使ってるんですよ。ふわっちではなんだよ。だってだから FC2 では1000人集めてたんだよ。じゃあふわっちで今から300人集めてもらうよ。誰でもできるんだから。そしたら認めるよ。いや、意見なのはわかるけど、それに対して間違ってるよっつってんの。うん、古代さんいらっしゃい。だから今すぐ枠開くことできんなら300人集められるっていうのは証明してよ。そしたら頭下げるよ俺。ああ、すまなかった、ガブリンチの力あったわって、うん、お前が言ってる方が正しかった、俺が間違ってたわって認めるよ。だけどその結果を出せない人間っていうのは説得力を持たないわけよ、うん、人間っていうのは結果とかを見るわけだから、うん、だから何を言ってるのかとか正論なんてどうでもよくて、誰が言ってるのか、要は力あるか力ないかしか見られないよっていうことを俺は言ってんのよ、うん、じゃあニコ生でもツイキャスでもやれよな。え、ニコ生でもツイ誰が何を、うん、キングスライムうちも持ってる。キングスライムだけじゃないよ。キングスライム、ホイミスライム、普通のスライム、うん、3匹いるよ。それは配信依存、逃げじゃん。じゃあだからまあいいんだよ。俺は鮫島さんのことよりも鮫島さんのことを微妙だって思ってないよっていうことだけよ。別にそこは変わんない。すごいよあの人はっていう。はい、サブアカ復活さんフォローありがとう。ミミラブさんフォローありがとう。うん、なんかね、なんかその300人とか100人とか、まあ俺ぶっちゃけた話10人でもそうなんだけど、なんかよくインターネットだから簡単なんだよっていうことを言う人いるけど、そうじゃなくて、例えばストリートパフォーマンスで全く知らない誰かに対してこうパフォーマンスをして、喋りでも何でもいいんだけど、ギターでもドラムでもパントマイムでも何かパフォーマンスして、例えばその1時間で1000人立ち止まってくれて200人常に立ち止まってくれてるっていかに難しいのかっていうのをなんか軽視してる人がすごい多いような気がするの。それくらいみんな必死にやってるよっていう。シャカちゃんの声もエコーかかってた。うん、まあ同情票とかいろんなのもあると思うんだけど、だって人生の中でさ、何かパフォーマンスして100人以上見てもらうことってなくない？どう？みんなある？なんかその落語でも何でもいいんだけど、バンドマンだったらバンドでもいいけど、なんかこうパッてやって100人集まる？俺結構すごいことだと思うけどな、300人集めてるって。鮫島さんね、うん、それもしかもちゃんとやってるわけじゃん。ないよね。だからそれはネットだからできるんだよっていうんだったらやってみなっていう、そのネットだからじゃないんだよっていうのが分かるから。それはね、多分妄想で言ってるんだよ、うん、ネットでも難しいよ。なんでかっていうと配信者の数がすごい多いから、うん、あの配信だから誰でもその人が集められるっていうのはね、結構間違いだよ、うん、みんな始めか、そう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 、積み重ねてきているし、鮫島さんなんかそれこそ14年だっけ、14年ぐらいやってるでしょ、うん、だからね、なんかね、そういうのをなんか軽視 して、まあまあその人の人格が否定されるだけだからいいんだろうけど、うん。本当にすごい人はサイト問わずできる。だからそれは自分ができるかどうかじゃなくて、だから評論家の意見なんて信用されないじゃん。
例えばさ、イチローが野球を語るのってさ、野球やったことないさ、全くの素人の俺が野球語ってもさ、じゃあお前やってみろよで終わりじゃん。お前イチローのこと語ってるけど、イチローできんのって。だから人を語るときっていうのはリスペクトがないとダメなんだって。そう。人をこき下ろすのなんか小学生でもバカでもできるのよ。うん。だけど、そう、自分ができないことに対するリスペクトみたいなのを俺は大事だと思うよ。うん。サイゼリアをコスプレを笑えた。あ、懐かしいね。風船10個ありがとう、さすらいさん。15年やってるのもすごいけど、最初こそ目につけたのすごいなと思う。すごいよね。配信サイトがなくてやってたらしいよ。なんかWindows メディアプレイヤーって言って、その動画を再生するソフトあるじゃん。あそこをポートを開いて、2チャンネルから URL 投げて、そっから自分のパソコンをサーバーにして誘導してた。すごいことやってるよね。うん。うん。一郎を評価するプロもいますか？プロはだから野球やってるから語れるわけじゃん。頭悪いな、本当に。頭悪いな。ガブリンチはだから配信やってないんでしょ？だから素人が語るのに、こき下ろすっていうのは誰も評価されないよっていうことを言ってんのかわかんないの。だから俺のさ、比喩とか例えとかも理解できないわけじゃん。ガブリンチは。何が違うの？うん。タメジロさん閲覧多いのは意見がブレないからだと思う。俺もそうだと思うね。ブランド力ある人はどこのサイト行っても人は集まる。俺も同意見です。ブッダの主さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい、ミミラブさん。フォローありがとうね。うん。ワード2。うん。コーヒー買ってきてもいい？ちょ、コーヒー買ってくるわ。違い配信者じゃないんだね。和道さんから聞くまでは YouTube で見たことなかった感じで。いや、気違いっすよ。いや、そこは、違う。あやか、それは間違い。鮫島さんは気違いっすよ。うん。そこはブレてないっすよ、僕。気違いだよ。気違いっすよ。そこは全然、気違いっすよ。コーヒー買ってくるわ。ただいま。
別に悪意にとってないよ、うん、俺とは意見違うっていうことを言ってるだけよ。そうどごめんごめん、どああ同意できないっていう話をしてんの。寂しがり屋だから。おーマニアいらっしゃい。そう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 、そうそうそう、別に否定もしてないよ。俺とは意見違うっていう。俺は閲覧300あるあの配信者に対してその微妙っていう言葉は絶対言えないっていうことを言ってんのよ。言い方がきつい。そう、言い方きついか、うん、ずっと変わってないけどな。うん、だって俺がガブリンチョを人格否定したところで俺にメリット何にもないもん。俺だってガブリンチョがどこの誰かも知らないしさ、友達でもなければさ、なんつうの、だってガブリンチョ俺のことフォローしてないでしょ、わかんないけど。うん、だから一元さんでしょ。うん、全然興味ないもん。鍵の件で結局罰則、いや知らない、全然わかんない俺見てないもん、うん、反論する時の手法を学んだ方が生きやすい、うん、いやまあ別に勝手に学んでくれていいけどさ、うん、でもなんか人のことを否定するだけの生き方っていうのはつまんなくなるよ、うん、結局自己弁護しかしてないわけだから、俺は大事なのは共感を得られるような話し方をするのが一番大事だと思うけど、うん、君が何かの時にブロックしたんでしょう。それはだからブロックされるようなことを言ったわけじゃんでしょ。でブロック解除してもらってありがとうも言わないで、でまた見に来て根に持ってさ、あのなんつうの、ずっと反感買ってるわけじゃん。だから合わないんだよ、うん、俺は別に今は入れないけど、いや言ってるからブロック入れられてんのよ。要はなんつうの、俺がそのあこれはブロックした方がいいなっていう判断をしたからブロックしてんのよ。絶対にそうなのよ。で、あのブロックはだってこれはさ、俺がさそのサイトと契約してそのルールに乗っかってやってるわけなんだよ、ふわっちの。だからそのブロックするかどうかの権限っていうのは俺にもあるし、逆に言ったらガブリンジョにもあるわけじゃん。まあそれを根に持たれても困るよね。家から自販機ちょっと歩きますね、うん、道を支援してる、道を支援してるって何なの、うん、いやだからこれくらいのノリでっていうのはだからあなたにとっては普通かもしれないけど俺にとって不快だったんでしょ、うん、だからそこに気づけないんだからしょうがないじゃん、うん、右の絵これいいでしょ、2つ飾ってあるんだけどどっちかな、うん、どうか見たらわかるけど、うん、だからねいつも言ってるんだけど、その配信者であの見てもらえるのはすごくありがたいの俺は。だけど別にその俺は喧嘩するために配信をやってるわけじゃなくて、その自分とリスナーさんがいい関係を築くために場を開いてるわけよ。でそれをそうじゃない目的で入ってくる人っていうのはさ、やっぱり荒らし行為に見えちゃうわけよ、うん、だからそれはブロック入れますよ僕は。留置所に入らず、あ今いるのは留置所だよ、うん、もう留置所にいるの殺伐さん。あの警察署内にある牢屋のことを留置所っていうの。だ留置所にはいます、うん、正直大手が3000人稼ぐよりその裏で300人の閲覧の方が、いやいやいや3000の方がすごいよ、うんうん、いやだから前回どんなことでブロック入れたのか分かんない。俺がどんだけブロック入れてると思ってんだよ。一人一人さブロック入れるのなんか考えてないよ。気に入らなかったらブロック入れるに決まってるんだから。で俺がどんだけブロックしてると思ってんだよ。その中の一個でしかないの。全員どんなことでブロックしてるかなんか覚えてない。正直言うと。うん。ただ俺の気に触っただけなんだって。うん。
前より軽いとか重いとかじゃなくて、もう邪魔だなって思ったから、もう来ないでっていうことを言われて、それでも来てるわけじゃん。だからもう来てもらいたくないのよ、正直。ガブリンチョ。それわかんない？スマニアは一般人とかけ離れた感性を持ち合わせるのかもしれない。富裕層の特徴について言っただけ。なんかめんどくせえな。顔見たこともないし話したこともないし褒めだけだもんな。そうだよ。だからみんなからしたらさ、正直言うとなんつうの、顔見知りぐらいの気持ちはあるじゃん。あの、正直ずっと見てくれてるしさ、もうずっと応援してきてるわけだからさ。だけど俺からしたらだよ、知らない人にさ、いきなり声かけられてさ、和道さんですよねって言われてもさいや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 ってなるじゃん。そう、その知らん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 みたいな。初見さんいらっしゃい。あいあいさんこんばんは。邪魔なやつの道案内参考にすんなよってなるやん、こっちは。っていうか俺はガブリンチョが道案内したっていう記憶が正直言うとない。悪いけど、俺は別に大手じゃないと思ってるよ。あの、学校の先生にすごく近いと思ってて、例えばさ、100人から200人クラス担当受け持ってる生徒数が100人から200人なのよ、俺は今。それってさ、一学年ぐらいの人数になるじゃん。で、先生、あの時私こう言いましたよねって言われても、思い入れのある生徒と思い入れのない生徒いるんだよ。で、むしろこいつ嫌いだわっていう生徒も絶対いるじゃん、先生からしたら。そう思わない？で、お前もう学校来んな、バルサばっかしてるから、お前退学なって言われてるやつが、ね、学校来て文句言ってんのよ。いやいや、お前退学だからって。いや、で、あの時私これやったじゃないですかって。いやいや、退学処分受けてんのっていう話をずっとしてんのよ。だから感覚的には先生ぐらい見てるわけじゃん。だからみんなが私私って言われても分かんないよっていう。だったらなんでさらに悪いイメージをつけて印象付けようとしてるのか。ガブリンチョのイメージがどんどん悪くなるじゃん、俺からしたらね。俺からしたら何なんだよっていう風にどんどん積み重ねていって、何が楽しいんだろうと思うんだよね。タビーズ好きなんですよ、男さん。わたつ、そう、俺のリスナーとかないから。いや、笑うでしょ。1年の時の1学年40人って少ないのかな。あ、ちょっと少ないかもしんないね。俺、成田だったけど200人いたよ、やっぱり。200人いたかな？1クラス40人ぐらいいて、5クラス、5、6クラスあったから、やっぱ200人ぐらいいたと思うよ。はい、ケジャラモンジャラ、ワダツ。200人いない？一学年。成田だよ。千葉の外れよ。で、200人はいたけど。中学校も小学校。小学校はもっと少なかったか。中学校か。良平さん、はじめまして。私は良平と申します。もしよろしければ書き込みをさせていただいてもよろしいでしょうか。丁寧にしてみます。初見さんいらっしゃい。自分の気に入らないことを言われたら切れるってこと分かった。あのさ、俺さ、切れるっていう現象って自分の気に入らないことを言われたら切れるでしょ。普通そうじゃない？逆に他で切れるパターンって何があるの？俺、気に入らないことを言われるから普通人は怒ると思ってんの？切れると思ってんの？それ以外のパターンってある？なくない？逆に、だからどのパターンがあるの？教えて。なんかそれ当たり前のことを言ってるだけでしょ。普通みんなそうだよ。それが人間でしょ。お前すげえいいこと言うな、この野郎。俺めっちゃ嬉しいよとかなんないでしょ。愛してるよとかなんないでしょ。どういうこと？どういうこと？本当にねえ、だからもうめちゃくちゃなんだってさっきから。こんなんいたら笑うよな。旅はどこから？家から。家から出たら旅だから。
家から出たら旅、うん、新しいフォロワーさん、殺伐さんフォローありがとうございます。こと言われて速攻切れるのはやっぱ知的障害とか発達障害とかいうのは理解した。これは否定じゃなく、それって思いっきり偏見だと思うけど、あの知的障害持ってる人って気に入らないこと言われたら切れるとか、発達障害だから切れるってものすごいレイシストだと思うよ。ものすごい差別主義者だと思うよ。さっきの意見全然聞けてなくて、人間っていうのは普通ね、嫌なこと言われたら怒るのが普通だよねって言ってみんなそうだって言ってんのに、あなた発達障害なんだからとか、あなた知的障害なんだからってものすごい差別主義者だと思うよ俺。それって人として絶対やっちゃいけないし、それで俺ちょっと考えられない、考えた方がいいと思うよその発言は。別に俺は精神障害持ってるから別にどうこう言われても構わないけど、もし俺がその精神障害者に対してそういうことを言ってる人がいたら、俺ははっきり言って通報するね。うん、知的障害のこと分かってないでしょガブリンチョ。知的障害者って IQ75 以下の人のことを言うんだよ。だから全く考えて喋ってないんだって。全くそういうことを考えてなくて、もう感情に任せて言いたいことを言ってるだけなんだよ。俺ね、はっきり言うけど、あなたはやっぱり差別主義者だと思うよ。うん。話してみて分かったけど。うん。ブロック入れられて普通だと思う。うん。ねえ、そんなことないよね。ひどいよね、今の発言は。今の発言はちょっと引くわ。うん。はっきり言って、あなたとは友達になれません。うん。人として尊敬が微塵もできません。はい。うん。ちょっとね、負け惜しみにしてはひどすぎるよ。うん。今、地球上にいるすべての障害者と知的障害者と発達障害を持ってる人を敵に回したよね。君は。ね、もうブロックでいいでしょ？わかるでしょ？うん。ブロック入れるか。はい、ブロック入れます。いやちょっとひどいねこれは。これはないね。うん、これはひどい、いくらなんでも。うん、これはね、いくらなんでも許せませんよ。ちょっと発達障害で悩んでる人、知的障害で悩んでる人いっぱい見てきてるから、これはひどいね。うん、これはひどい。ちょっといくらなんでもそれはない。うん、これはないよ。うん、言っていいことだ。俺もほら、自分の実の弟が知的障害持ってるから、そんなこと言われたら多分ね、許せないね。うん。っていうか、これってあれだからね、職場とかもし、なんつうの、リアルな場でやってたら、あ、ブロックブロック。うん。あ、ブロックしたよ。これは、普通に訴えれるレベルだよ、民事で。法律変わったの知ってる？障害者に対する。すごいね。こんばんは、初見。あ、プーニクさんいらっしゃい。初見さん楽しんでってください。うん。いや、ブロックでしょ。こんだけ、だって、温厚でさ、かばってるリスナーがこんだけいたのにさ、それでもブロックされるってよっぽどだよ。ひどすぎるよね、ちょっとね。うん。うん。考え改めた方がいいよね、ちょっと。さすがに引いたわ。さすがに呆れるっていうか、さすがに引くわ、うん。言っていいことと悪いことを超えてる。だからネットだから何でも言っていいってわけじゃないからね。うん。ほんと自分の発言気をつけた方がいいよ。何かあったっていうか、何なんだろうね。うん。まあ、生産的な関係は無理だろうね。もう考え方が合わないもん。うん。これはさ、いつも言ってるけどさ、
あの冷静に話せる人とじゃないと無理よ、うん、引くよねちょっとね、うん、ドン引きですよドン引き、もうっていうか俺は結構その鮫島さん、まあほら先輩だしさ仲間じゃん、鮫島さんを微妙って言った時点でもうなかったけどね鮫島さんを微妙って言ったのでも結構なかったの、それでほら俺は躍起になってるわけじゃん、そのやっぱ仲間とか友達とかさその尊敬してる人とかさそのなんつうのを悪く言われたら気持ち悪いじゃん、うん、それでも冷静に話してたつもりだよ俺、うん、いやすごくない鮫島さんやってることってできるのっていう、うん、ましてやね障害者だって何の罪もないじゃんね、うん、それはさすがにないでしょ、ちひささん、フォローありがとう、それでも聞いてたぜ相手の意見俺、うん、対話の姿勢は持ち続けたじゃん、うん、自分の家で冷静で正論言ってると思ってるところが全然正論じゃない、うん、ワドがブロック入れる前にブロックした。うん。それはブロック入れるわな。あの、いや、いいんだよ、別に。それは意見だから、すごいと思わない人がいてもいいし、その、なんつうんだろうな。俺ね、いつも、その先輩からこれを教わった言葉なんだけど、正しいことを言っても誰も聞いてくれないんだよって。正しいことを言うんだったら、ね、学校の先生とか学者とか、ね、知識持ってる人たちが尊ばれるだろうって。違うんだよって。なんで子供が親の言うこと聞かないかって言ったら、親のこと尊敬してないからなんだよって。だから、親が私の言ってること正しいのに、子供が言うこと聞いてくれないんですっていうのは、あなたの生き方が間違えてるからだよっていう言葉に響いたことがあるの。あなたが尊敬される親だったら、何でも言うこと聞きますよって。見習いますよって。あなたの生き方が間違ってるって子供に判断されてるから、あなたの言うこと聞かないんですよって。子供って正直ですよって言って、その、相談、要は子供、とかをそうなんつうのかな、そこで先輩の経営者なんだけど、そう何を言ってるかが重要なんじゃなくて誰が言ってるのかが重要なんだよっていうのがその人の哲学だったんだよ。そうだからその子が AKB 好きな子だったら前田敦子が頑張って勉強してねって言うだけで勉強しますよって、うん、あそれが正しいと思ってんだよね。はい、こんばんは、アンニャさん。目が真っ赤で瞳孔開いてますけど大丈夫？ああどうですかね。うん、正論って自分で言ってるやつはきっと自分の論にロジックも自信もないから対応するんだろうな。だから正論を言ったら正しいと思ってる時点でもうレベルが低いわけよ俺からしたら。あのわかる？あばなんだまた来たのかよ。前もそんな流れまだ来んのお前。前はそんな流れじゃなくてブロックされた？まだやり合う気なのお前。聞いてたね。アンチも耳を傾けてたの勘違いして調子に乗ってたね、ガブリンジョ。よくこれで来れるよな。どんな神経してんだよ、本当に。頭おかしいだろ。うん。あ、カッツさん、お疲れっす。お疲れっす。ういっす。しつけえな、本当に。単に見に来ただけとかすごいよね。気持ち悪い。うん。もうめんどくせえから LINE 通話かけてくれば。俺別に対話してもいいよ。あの話す気があるんだったら。うん、議論するならとことんやるよ俺、うん。お疲れ様こんばんは。うん、普通に、あの別に俺、もうコメントだと何伝わらないって言うんだったら全然対話してもいいよ。うん。俺全然いいよ、別に。逆になんか聞いてみたくない？どんな発言なのか、どのトーンで言うのか。うん。逆に引くんだけど俺。まあ好きなんだろうね。っていうかね、あの嫌いっていう感情と好きっていう感情ってめちゃめちゃ近いんだよ。そうだからアンチの人ほど囲いになりやすいし、囲いの人ほどアンチになりやすいのね。それをほら配信ずっとやってるからよくわかるんだよ、うん、ブロックしてるのに見れるものなんでしょうか。いや、あの複数は5アカウント作れるのかな。
途中から来たからガブリンションどういう流れこうなったのかわからないな。っていうか結構みんなドン引くぐらいの発言をしてたね。まあいいんだけど、俺は別にそのなんだろう、いろんな意見があっていろんな多様性があることは別に否定はしないんだけど、それを議論をするときっていうのは一番大事なのって礼儀正しさとかリスペクトだと思ってんのよ。そこをね間違えるとね、やっぱりね人として生き方が違うんだよね、根本的に。だからよく政治思想で右とか左とかあるけど、右でも左でもいいんだよ。それを国民のために思ってるのかとかさ、その人が人格者なのかどうかっていうさ、相手への配慮みたいなのがあれば、俺は別に右翼でも左翼でもいいと思ってて、対立する意見で議論することは大事なことだと思ってるから。初見さんいらっしゃい、こんばんは前そこ。だからね、なんつうの、そのよく言うんだけど、反対意見は構わないけど人格否定をしても何も生まれないよっていう。そう、人格否定とか差別っていうのは結局その議論をする姿勢じゃなくて、お前が嫌いお前が好きっていうだけの話じゃん。でしょ、人付き合いとはまた違うからな、配信はな、また難しいよね。ちょっとだけパブリックじゃん、ちょっとだけ。新しいフォロワーさん、のぞみさんフォローありがとう。ただね、やっぱりね、そのなんつうんだろう、人格否定からは何も生まれないっていうのは俺は思うけど、古代さん何にも覚えてねえじゃんな。だからもうその自己顕示欲が強いなら生主をやるべきなんだよ。たまにいるじゃん、リスナーさんなのに自分の発言をメインでする人っていうか、聞きに来てない人っているじゃん。俺はなんでそういう人が配信者にならないのかっていうのは、結局さ、自分の意見を言う場でもあるけれども、その配信者っていうのはさ、どちらかっていうとホスト的な役割で、みんなの意見を統合しながら会話をしていかないといけないんだよ。そう、だからあなただけの意見に同調するための役割じゃなくて、同調してもらいたいんだったら自分で場を開いて自分の発言に責任を持ってやるべきだって思うけどね。まあね、いろんな人が見てるからね。丸々だ。だから俺はよく言うんだけど、在日韓国人だからとか、肌の色が黒いからとか、男だからとか女だからとか、そういうカテゴリーで人のこと差別する人っているじゃん。左翼だから、右翼だから、生活保護だから、金持ちだからとか、それってもう人を見る目がない証拠なんだよ、そういう発言をする時点で。金持ちにもいい人も悪い人もいるんだよ。韓国人にもいい人も悪い人もいるんだよ。そうやってレッテル貼りをするの差別の意識なんだよ。俺はだからそういうのはあんま好きじゃないよね。人格をやっぱ見てあげないと。そう、日本人にも悪い人もいい人もいるじゃん。黒人は怖いと話す人もいるからね。それって結局その自分の器の狭さみたいなものをさ、こうさらけ出してる恥ずかしい発言だと思うんだよね。言っちゃダメなの分かるけど、思ってしまう時があってどうしたら治るのかな。ね、思うことはあるよ、人間だから。だけどそれを口に出したり発言するっていうのは責任が伴うんだよ、あやか。だ、それが大人なんだよ。自分が発言できて許容できて反論にも対応できることを発言すべきじゃん。それって全部身に降りかかってくんの。それってそれが社会人だし、それが俺は大人だと思ってるの。思ってることを言わなければ伝わらないわけじゃん。もしくは言い方を変えるとかさ、それって永遠のテーマなんだよ、やっぱり人間の。差別の話っていうか、まあ結構リスナーさんからありえない発言があって、でそれって差別じゃないのっていう話をずっとしてるんだけど、でそのまあ今彩香がそういうの思っちゃう時はどうすればいいのかなっつって、そう、ヒカルさんフォローありがとうございます。ポトさんハートありがとう。正しいことは相手に伝えるのが大切。なんだか気迫
その他、3年前とは別人だな。いいぞ、ワド。いや、ありがとうございます。ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。何言ってもいいんだよ。この国では言論の自由っていうのがあるから、何を言ってもいいの。ただ、反論される覚悟はないとダメよ。でしょ？うん。何言ってもいいんだけど、それが犯罪につながる可能性もあるし、間違ってるよって指摘された時に、耳を塞ぐのなんて無理なのよ。だから言いたいことだけ言うっていうのはできないよっていうこと。だから日本人っていうのは、だから侍っていうのはすごかったんだよ。侍っていうのはどこまですごいかっていうと、腹の中にある思っていることと普段発言することにズレもあっちゃダメだっていうのが侍の生き方なの。だから殿であっても君主であっても間違ってると思ったら間違ってる。その代わり君主が腹切れ、無礼だっつったら腹切るんだよ。要は腹の中見せろっていうのはそういうこと。要はお前が思ってること見せてみろって。だから命がけで発言してたんだよ、侍って。でも現代ではそこまでしなくていいわけだ。思ってることを隠してもいいわけだ。発言まで出さなくてもいいわけだ。でも本来の日本人の生き方っていうのは、思ったことを命がけで発言してたんだよ。だから侍っていつも険しい顔して、いつもピリピリしてたわけよ。そう。だから腹切るんだよ。腹の中見せろっていうのは、そういうこと。うん、そうなんだよね。ワドンさんの放送に来るといつも思うんだけど、ついカッとなってしまって、言ってしまって、後悔しての繰り返し。俺別に彩香と口論したことなんかないよ。俺彩香と口論した記憶ないよ。俺よく言われるんだけど、俺これノンタンによく言われるのね。また怒られたっていう。俺怒るってあんまりないのよ。正直言うと。多分ね、俺が怒ってるのは多分、リスナーの中であんまり見たことある人いないはず。多分ね、配信上で怒ったのってこの前のほら、鮫島さんの時とかあったじゃん。あれは怒ってたの。老人の態度に対して。怒ってる時ってもうあれくらいになる。あれでも相当抑えてたもん。マジ切れはしてない。若干切れてるくらいの。そう。だから、パククネは嫌いっていう発言は俺は差別主義者だとは思わない。ハチ花火プレゼントありがとうございます。ハチから花火いただきました。ありがとうございます。あれは怒るよ。事故ったのに謝らない。相手を引いて謝らないとか最低でしょ。再放送を見てたけど、復活はしたんだ。再放送復活、うん、配信者が引退とか言い出した時は構ってほしいだけだからほっといていいよ。俺が引退とか、まあ、配信者って言うと語弊があるからあれだけど、俺が引退しようかなって言ってる時は構ってほしいだけだから、うん、よいしょ、うん、1,2,3,4,5,6,8 ありがとう、ウィスウィス、うん、ありがとうございます。ハチから花火いただきました。ありがとうございます。1,2,3,4,5,6 相手のことを思いやっての発言かどうかは文章でも伝わるから。要はね、人間って一番大事なことは正しいことを言うんじゃなくて、相手のことを思ってるかどうかなんだよ。そう。引退なんかもう、毎日やめようと思ってますよ。毎日こんなヤクザの商売やめてやるって思ってますよ。でもやるんだよ、ですよ。引退詐欺って信用なくしますよね。なくしますよ。うん。うん。古代さん、正月花火ありがとうございます。古代さんから花火いただきました。ありがとうございます。さすがにね、侍みたいに生きろっていうのは無理かもしんないけど、侍の生き方は忘れたらダメだと思ってるよ、日本人として。そういうやつらがいたっていうね。1,2,3,4,5,6 今の俺の腕の太さ見たら多分みんな引くよ。見る腕、太ももはもう今競輪選手みたいになってんだけど、腕見る、どうなったか。この10日間ぐらい、1週間ぐらい配信サボってたけど、腕やばいよ今。え、マジかっていう。
いや俺配信自分の配信画面見てびっくりしたぐらいだもん。他の配信者とかで引退詐欺やってる人いるけど、また引退詐欺だよってムカつくけど、実際本当に引退したら寂しいわ。まあね、だいぶついたでしょ。あれ今日そうでもないかな。結構ね腕太くなったんですよ、うん、俺の腕じゃないでしょ、わかる？ちょっと太くなってんの。ここが張ってるんだよね。もっと細い細い細いだったじゃん。わかる？ちょっと変わったの、うん、そうでもない？結構違うよね。結構違うよね。マッチョ化してるよね、だいぶ。うん。やっぱね、続けると太くなるわ。何事も継続だわ。うん。これ、あれだぜ。ほんとムッキムキになるぞ。効果ある、効果ある。うん。侍みたいに生きれたらいいですよね。いや、でも侍が滅んだのは事実だからな。うん。いや、この前、2、3日前もっと太かったんだけどね。うん、左腕結構あるよ、左腕もほら、うん、っていうかね、肩がついてきたんだよ。肩がねでかくなってきたんだよね。なんかね T シャツがちょっとね、服が圧力かかるところがちょっと変わってきたの。ここら辺が当たるんだよ。前はお腹が当たってたんだけど、こうね、なんつうの、脇が締まんなくなったの。ま、なんつうんだろう、脇がこう、なんつうの、ここら辺の筋肉が発達してきて、こうちょっと浮くんだよね、腕が。服合わなくなるかな、うん、だからお腹はボヨン、太ももと腕はムッキムキみたいな、こいつの体どうなってんだみたいな、面白い体になろうかなと思って。仕事、現場、仕事、現場じゃないよ全然、うん、お腹鍛えないで、うん、うん、あ、っていうかみんな知ってた？みんな、俺ねネットで見てそのびっくりしたことあるんだけど、ここからここの長さって何の長さと一緒か知ってる？ここからここの長さって意外なものと一緒なんだよ。これ2ちゃんで見てびっくりしたんだけど、知ってる？この手首から肘までの長さってどこと一緒かって言われてる。そう、足の長さと一緒なの。足の長さと一緒なんだよ。知ってた？で、俺絶対嘘だって言ったの。のんたん見てこんなの嘘だって言って、実際測ったら10センチ近かったの。俺腕10センチ長いの。ここ子供の頃から腕長い長いと思ってたんだけど、あ、ほら合わないじゃんっつったら、え、のんたが、えー、って言い始めて、私ぴったりだよっつって、それからのんたは俺のこと腕長族って呼ぶようになったんだよ。知ってたんだみんな。そう、腕、そう、あのね、ここの手の先から手の先までの長さが身長と比例するんだよ。だから170センチになるはずなの、俺こっからここの幅だけど、俺こっ横幅から横幅の長さどれくらいあるかっていうと、185あるんだよ俺。おかしいじゃん。すっごい腕長いの。だから、あのバスケの試合の時とか、あの小学校中学校でバスケやる時にさ、相手がシュート打ったタイミングでさ、パーンって弾くやつあんじゃん、バレーみたいに。あれすっごい得意だったの。その時にバスケやってるやつから、なんかお前ジャンプ力すごくねってよく昔から言われてたの。でもジャンプ力ないのよ。だ、腕が異常に長いの。パーンってハエ叩きか。そう、ハエ叩き。そう、だからさ、絶対こっからここまで足長かったらさ、俺の足どんだけでかいんだよっていうぐらい長いじゃん、わかる？こっからここまでってジャイアントババぐらいの長さなんだよ。だから俺にとってはこっからここが足の長さなわけないっていうのが常識だったんだよ。あ、いってらっしゃい、あやか、ハートありがとう。すごい長いでしょ、よくよく考えると。そう、体のパーツがおかしいんだよね俺、いろいろと。奇形なのかな。多分ね、あのロムってる連中でね、今ね、ここの長さと足をこうやってやってるやついっぱいいるよ。こうやってやってるやついっぱいいるよ、こうやって。リーチ長いのではスポーツでもいろいろ有利。ボクシングとかも有利だろうね、多分リーチ長いの。多分やってるやついっぱいいるよ。うん。それいいっす。わかるよ。君たちの行動が手に取るようにわかるよ。
バレた、うん、やりたくなるよねそういうのね、うん、動物の怠け者も手足長いよ。誰が怠け者だよ。やめろ、うん、やめろ。図星をついてくるな。怠けてねえわ。働き者だわ俺。下半身に筋力つけすぎた。俺これマジな話すると、子供の頃から買い物袋重たいの母親に持たされてたの。だから腕長くなったと思ってる。長いっすか。フリッカージャブ練習してマシマになろう。俺だから、そうなんだよ。あ、だけどね、ボクサーの人にボクシング教えてもらったことあるんだけど、島津はインファイトだって言われた。体格的にリーチ長いけど、絶対インファイターだって言われて、アウトボックスはすごい難しいんだって。さ、千本さんで合ってるよね。千本さんさ、本当のボクサーのジャブ受けたことある？そう、1年ぐらいちゃんとやってるやつ。で、俺、その17の時に19ぐらいの先輩が、ちゃんとプロボクサー目指してて、その超有名なジムに通ってたやつなんだけど、プロではないんだけど、そいつのジャブをマジで受けた時びっくりしたの。ね、ボクサーのジャブってね、どれくらいすごいかっていうと、まずまあ見えない。よく格闘漫画とかであるけど、まず見えないんですよ。絶対見えない。ジャブは。で、どれくらいすごいかっていうと、普通さ、殴り合うとこれくらいの距離感だと思うじゃん。わかる？パンチがこれくらいだとすると。これくらいが射程圏内で戦ってると思ってるけど、違うよ。アウトボクサーって、ここでもうパンチ当たるよ。ありえないでしょ。これ絶対届かないじゃん。この距離で、こうね、前に踏み込んでガッてくんの。それがパンってくんの。びっくりしたよ。本当にすごい。だから、腕の先見たら、拳の先見たら避けらんないっていうの、本当。肘とか足とか腰の振りで全部読むんだよ、あいつら。すごいよ。プロっていうか、ちゃんとボクシングやってるの。本当にすごいと思った。もう魔法。パンって。本当に気がついたらパンって首がこう、後ろに行く感じなの。で、なんでそいつすごいかっていうと、ちゃんとやってたんだけど、そこのジムがすごくて、最初の半年間はジャブしか打たせないんだって。ずーっとサンドバッグにジャブだけ打たせるんだって。で、ジャブ極めるってこういうことだよって教えてもらった。それが、その中でももうトップに練習してるやつとかがプロに行くわけじゃん。ジャブを制するものは、その世界を制すってあれ、そういうことなんだと思って。パンチが見えないって言ってた。予測とか仕草。もうだから、なんつうんだろう。なんつうの。その、フェイントの掛け合いとかなんだって。まず、その動体視力では反射神経では無理。だから、足の踏み込みとかで読み合いなんだよ、もう。もう、考えるとかじゃなくて、もう、体で覚えて反射でやっていくみたいな感じなんだよ。で、そいつにダッキング、なんだっけ、ダッキングっていう技を教えてもらったんだけど、そいつに、なんか1ヶ月間ぐらい、もう仕事終わったらグローブ2人で握って、そいつのジャブをおでこで受ける練習したんだけど、最終的にはそれできるようになったね。ジャブが飛んできたら、こうガッて、当たりに行くの自分から。要は、当たってこう潜るんだけど、そうすると、痛いんだけど、パーンってずれるのよ。そこで相手の懐潜り込んで、ボディ一発入れるっていうのだけ教わった。そう。もうアウトボックスはもうほんとセンスの領域だから、運動神経とか反射神経がとんでもなくいいやつの世界だから無理だよお前じゃって言われて。だからパンチもらいに行くタイプだよって言って。あれはすごい面白かったな。テニスやると利き腕だけ長くなったりするから危険ではないよ。ああ、スポーツそうだもんね。サッカーとかもなんか足短いもんね、みんな。うん。今できないよ。そう、10代の頃、その遊びで教えてもらってやっとできるようになっただけだよ。うん、でも格闘技ってかっこいいよな。俺、格闘技習いたいなと思ってて、高等生になって。またね、昔、その空手習ってたりとかしたんだけど、具志堅はどっち？具志堅のファイトスタイル見てみ。笑うよ。冠橋って言われてただけあるよ。もう超かっこいいから。俺、具志堅の V 見たことなかったの。あれ、もうその、日本で一番強いとか言われるじゃん、歴代で。本当にやばいよ、具志堅。
あの相手がセコンドにいるいて歓声がすごすぎて鐘の音が聞こえなくてセコンドがずっと指示しててもぶん殴り続けるから椅子座ったまま相手がダウンしてもそのままアッパーとかで持ち上げたりするのすごいよ。レフェリー止めるまで殴り続けるから超荒々しいよ。もうね、なんつうんだろう乱暴者。具志堅はマジで試合見た方がいいと思う。超強え。もうね、闘争本能だけで戦ってるみたいな。超頭いいよ。具志堅意外と見たことない人多いんだよな。あれは強えわと思うよ。さすが、具志堅って9回防衛だっけ。ずーっと日本タイトル記録抜かれてなかったもんね。しかも具志堅がすごいのって試合前オナニーとかセックスって禁止なんだよ。体力奪うからボクサーって。具志堅って毎日練習後も試合前もずっとセックスしてたらしいよ。13か。ああ畠山大好き。俺も畠山が一番、俺キャラとして好きなのは畠山が一番好きなのボクサーでは。で、あのプレイスタイルで言うと俺はあの人なんだっけ、あのパンチドラッカーになっちゃってまだ現役だけどなんつったっけ、なんだっけ、出てこ、長谷川穂積。長谷川穂積はマジで憧れる超かっこいいファイトスタイル。あ、お疲れ様です。レアルさん、達吉はね、なんか生き方としてはかっこいいなと思うんだけど、もうなんか見ててなんかもういいっすよ達吉さんって感じがしちゃう。後輩とかにいたらもう達吉さんってもう泣くよね。もう引退してくださいよって。あ、長谷川引退したっけ、また復活して引退したのかな。長谷川穂積がね、もう天才だよね、あの人。本当に天才ってこういう人なんだと思った。去年引退したんだ、また。長谷川穂積のさ、スタイルがすごい好きなんだけど、もう後半見てられなかったよ、ほんと。もう明らかに目がおかしいし、もうパンチもらいすぎてんのわかるじゃん。もう発言もおかしいし。そう、壊れてんのわかってるけどさ、止めらんないよね。長谷川穂積天才だよね。本当にかっこいい。なんつうの？この距離でパンチをビタで避けたりとか、その、要は、アウトボックス完璧にできるタイプじゃん。だけどさ、攻めに行った時のあの、なんつうの、反射神経のカウンターで、しかもハンマーパンチっていう必殺技なんだけど、思いっきりぶん殴るんだよ。カウンターで。上から振り下ろすんだよ。長谷川穂積って。あれがめちゃめちゃかっこよくてさ、カウンターでチョッピングライトでハンマー振り下ろすって狂ってるなと思って。ああ、もう見えてただろうね。もうすごかったもん。もう本当にこんなんで、ビタビタに避けたりすんのよ。スローモーションとかで。何これとか思って。チャンピオン取って引退したの？チャンピオン取れたの？復活して。化け物だな。俺ダメだと思った。もう、一回半ばで引退したじゃん。その時にもう壊れてるって思って、もう絶対無理って思った。取ったんだなと。高山こんばんは。すげえわ。最近見てねえな。俺だけど一番好きなベストバウトは、畠山対やっぱ坂本戦はもう泣くね。あのね、畠山何が好きかっていうと、スタイルも好きなんだけど、ほんとね、畠山のすごいと、子供み、もうね、勝った瞬間、無邪気に笑うんだよ。あんなに笑顔な大人、かっこいいと思って、うわーって笑うじゃん。畠山って。あれがすごいかっこいいんだよね。ビッグマウスとかがかっこいいとかじゃなくて、本当になんか充実した人生生きてんだろうなと思って。あんな笑顔になれることってあるんだろうかって。ボクシングは親父が好きで見せられてたけど、痛々しくて見てらんない。俺スポーツ嫌いなんだけど、ボクシングは好きだね。うん。体操選手が背低いのは小さい頃から筋肉つけて伸びずに育ったが、ボクサーは天性の質。はぁ、坂本頑張ったよな。実力圧倒的に畠山だけど、坂本。いや、坂本はすごいでしょ。うん。あれだって、畠山いなかったら多分チャンピオンになっちゃうと思うよ。しかもさ、生い立ちもすごいじゃん。坂本選手って今何やってるか知ってる？ジムやってるんだけど、親がいない子供たちの、なんつうの、保護とかずっとやってんだよ、あの人。自分がほら、施設育ちじゃん。だから施設のこととかもずっとやってて、超かっこいい。もうなんでかっこいいんだよ、坂本選手って思う。うん。そう、グレたらダメだよ、つって。グレるぐらいだったら俺と一緒にボクシングやろうっていう。うん。俺、どんな生い立ちでもできるんだよっていうさ、心が強え。
いや、ファイトクラブとかどうでもいい。あんなの茶番だと思ってるから。あんなのはどうでもいい。いや、タイソンはもうやばい、化け物だよな、あれ。もう、タイソンの練習のさ、ウォーターバッググラングラン揺らすやつ見たことある？もう、化け物だよね。もう、タイソンはもう本当に意味がわかんない。あれ、完成形じゃん。インファイターの。もうさ、意味がわかんないじゃん。その、もう動きとかもさ、もうリズムがさ、なんつうの？もうすごいじゃん。もうこの勢いじゃん。パンパンパンって。すごいよね。運が悪いっていう、俺でも坂本選手やっぱ好きだよ。あの、かっこいい。かっこいいっすね。タイソンは実力に溺れて落ちぶれた。どうなんだろうな。あそこまで行かないとわかんないんだろうな。でも、俺は、そう、タイソンのあのエピソードが好き。やっぱトレーナーのなんだっけ、名トレーナーが見つけてタイソンを育てるけど、ドンキングと組んでから、ドンキングとだけは組むなって言ったんだよね。そう、トレーナーが死ぬ時に。で、ドンキングと組んでから落ちぶれてくんだよね。金の亡者。名プロモーター、ドンキング。やっぱね、人との出会いって人生変えるんだなって、そういうことだと思うよ。パッキャオね。風鈴さん、ハートありがとう。いや、もうタイソンなんかもう世界の憧れだよね。なんだっけ、タイソンのエピソード。なんだっけな。なんだっけ。なんだっけな。タイソンが、その、ボクサー目指すときに、一個条件出したんだよね。お前、俺がボクシングやって世界チャンピオンになったら、誰と会えるかって言ったんだっけな。なんか好きな俳優さんの名前出したんだよ。誰々と会うことができるのかってトレーナーに聞いたら、トレーナーが、バカ野郎って、お前がチャンピオンになったら、お前に会いに行くんだよ、そいつがって言ったんだよ。で、タイソンがテンション上がったっていう、そのね、なんかね、男くせえ、その、やりとり。そう。俺の憧れの人に会うことはできるのか、俺がチャンピオンになった。バカ野郎って。お前が世界チャンピオンになったら、お前に世界中の奴らが会いに行くんだよ、つって。かっけえみたいな。超かっけえ。ああ、メイウェザーとパッキャオの試合ね。まあでも、まあ最高のカードだろうね。そうそう、鳩を殺されて、で、なんかいじめられっ子だったんだよね。飼ってた鳩か鶏だかを殺されたんだよね。タイソンは強すぎてデビュー前から相手がいなくて世界チャンピオンとスパーしてた。やっぱ。いやでも、あの若い時と全然違うんだよね、やっぱ体ね。でも確かね、その、なんだっけ、塩田剛造っていう、その、合気道のすごい人がいるんだけど、渋川剛輝ってバキではモデルになってんだけど、マイク・タイソンがその人の動きを見たときに、やっぱアメリカ人とかそんな魔法みたいなこと起こんないっつってバカにしたらしいんだけど、タイソンだけ否定したんだよね。いや、足の動きが違うっつって。これ本物だわっつって。その、見抜いたらしいよ。塩田剛造の動きを。だから、袴脱げって言ったらしいよ。袴脱いで見せてくれって。足の動きが異常だって言ってて。合気道ってなんで袴吐くかっていうと、相手に足の動き悟られないためなんだよ。モハメド・アリは、だから世代じゃないかんね。でも、アリがすごいっていうのは、やっぱ精神性だってよく言うよね。その、ほら、その、黒人の奴隷解放運動とかの、まあだから、なんつうの。あの時代に黒人が俺が一番すげえっていうこと、白人をけなすことってどういうことかっていうのが、そう、黒人から叩かれてたらしいからね。いや、生意気だっつって。要は奴隷であることが当たり前だったんだって。もう、そんなこと言っててっつって、黒人から否定されてたんだよね。だからムスリムになって、カシアス・クレイからモハメド・アリになったんだよね。塩田さんすごいよね。化け物だよね、塩田剛造は。そう、カシアス・クレイか。グレイか。いや、いいよね。なんか、一個のことを極めて、なんだろう。そう、俺ね、争い事大嫌いなのよ。戦うことも嫌いだし、殴り合いも嫌いだし、競い合いが嫌いなんだけど、なぜかね、ボクシングだけは憧れるんだよな。なんでかっていうと、相手を任そうとしてないんだよ。自分を乗り越えようとしてる気がすんの。本当に強くなっていく人ほど。もう自分との戦いじゃん。で、俺、マサトの練習風景を営業マンの時に見たことあるんだけど、すごかったのよ。その、マサトのジムがあるって知らないで営業で商店街回ってたの、外回りで。そしたら、もう、500メーターぐらい前から叫び声が聞こえんのよ。でも、街の人たち、こんな叫び声上がってんのよ。警察も呼ばないし、普通に歩いてて、なんだろうと思って、レイ
ラーラーってずーっと聞こえるの、2時間ぐらい。で、その、八百屋のおばちゃんとかに、これ何の音すかって言ったら、あ、まさとくんだよって、毎日こんな感じだよって言って、すげーと思った。毎日こんな練習してんだと思って。親父はね、シュートボクシングじゃなくて、キックボクシングですね。もともと空手家で道場を持ってたんだけど、その、親父の世代って総合格闘技みたいなのがなかったのよ。だから、その、親父たちが、その、世界大会とかを作っていった側なんだよ。K1 とか。だから、親父の同級生とかって K1 のレフェリーやってたりとかするらしい、仲間は。だから、その、K1 が羨ましいってずっと言ってたね。俺も、そういう、その、だからこそ、仲間たちが作っていったんだけど、って。その、世界最強に憧れてた世代なんだって。その、なんつうの、20代の頃とか、猪木とか、もう世界最強だっつって、商業でやってて。だからそう、そうじゃなくて、本当大山マスタツとか、アッシャのジョーとか、アントニオ猪木とかのバリバリの世代じゃん。で、俺の方が強え、みたいな。だから、親父の口癖だもんね。アントニオ猪木より、前世紀の俺の方が強いとかも、中二病みたいなこと言うもんね。なんだそれみたいな。いや、あの時の俺は絶対猪木より強かったはずだとか、わけのわかんないこと言うんだよ。だから、やっぱ、その、子供の頃さ、インターネットとかなかったじゃん。3歳とか6歳とかさ。でも、やっぱ親父の部屋にウィリー・ウィリアムスの対決とかあったのよ。熊とさ、ウィリー・ウィリアムスが対決してんのとかあって。親父イメージトレーニングしてたもんね。なんか熊と戦ってたもんね。なんか。うん。大山マスタツのことを、だから大山マスタツって言うと、親父はブチギレるよね。先生って言ってるから。うん。マスタツ先生って言ってるね、未だに。だから神様なんでしょう、やっぱり。でラホーヤと元バスケ選手2メートルのやつ一番バッチマッチが面白い、うん、だからガシャって開けるさ、なんかいい家具あるじゃん。そのクローゼットっていうのかな、やっぱ新築の家だったから昔の家あったんだけど、俺の部屋のクローゼットガーって開けると何があるかっつうと、親父のトロフィーがブワーって捨ててあんの。親父はそのなんか昔に縛られるのが大嫌いって人で、トロフィーとか飾らないんだけど、そう、なんつうの、いろんな空手の大会とかもいろんなのランダムに出てんのよ。道場荒らしみたいな感じで、ブワーってあったの。で、子供の頃からなんでこれ飾らないのって言っても、なんかお母さんとかが、いや、お父さんそういうの嫌いだから、みたいな。で、親父にそれ話して、トロフィーすごかったねってさ、バカ、あれの3倍あるよって言って、全部捨てたんだよって言ってて。そうそう、牛殺しとかね。大山スタッツは牛の、ほら、手刀で割った水牛の、あれね、うん。柔道着、うん。うん。創作もあるだろうけど、その創作を信じきる時代だったし、それくらいやっぱ強かったんでしょう。うん。でも、あの頃はさ、ほら、力道山も韓国人の人だし、大山スタッツも韓国人の人じゃん。だからハングリー精神がすごかったんだろうね、多分。そう、負けてたまるかみたいな、うん、腕っぷし一本でのし上がってこうみたいな。そうだね、やっぱ時代だよね。そのやっぱなんだっけ、あの人、空手バカ一代書いた人ね、あの人もすごい人だもんね、うん、だからそういう世界最強に、だからグラップラーバギの世界だよ本当に。あ、梶原一騎か。うん。豪快な人だったらしいもんね。梶原一騎大先生っていうもんね。若い男の子がみんな地上最強を目指すっていう。ロマゴンと井上のカード実現してほしい。俺最近ボクシング見てないっすね、もう。うん。ホースとかさ、4回目のチャンピオンになった K1 の試合さ、ただでチケットもらって見に行ったけど、がっかりしたよね。もう会場ガラガラ。1000人もいないの。廃れた興行は辛かったね。うん。超辛かった。あ、K1 って今こんな感じなんだと思って。うん。バキ今連載見てる？宮本武蔵。見てる見てる。バキは追っかけてるね。っていうかバキだけじゃないの？今追っかけてんの。ワンピースと。見るもんないね。見てますよ。
筋肉を一番正しく書いてる作家って言われてるよね。バキはな、3作目の親父との戦いめちゃめちゃ良かったかな。感動したよな。あれどうやって収集つけるんだろうと思ったけど、良かったよね。親子喧嘩すごい良かったよね。あそこで終わりにしてもいいなとは思った俺も。ほんと、すげえ良かった。もう最後も、最後の豆腐の下りも板垣っぽくて良かったし。やっぱギャグ漫画なんだなって思ったよね。最強のギャグ漫画。一番強いギャグ漫画として俺捉えてるから。だからジャンル的にはタフとか、シャモとか、あの格闘漫画あるじゃん、喧嘩商売とか、あの棚に入れないもん俺。浦安鉄筋家族とかすごいよ、マサルさんの棚にバキを入れる。ギャグ漫画で一番強いのバキだからっつって。俺カテゴリーで結構棚を分けるんだけど、一番強いギャグ漫画ですよ。カメラアングル変わったよ、アメちゃん。いらっしゃい。喧嘩商売、いや、だ、あの、ウスタさんはギャグに行くべきだよ。ウスタじゃねえや。北康明だっけ？北さんか。木戸さんだっけな。あの人はね、あの、幕張のとかね、もう面白いもんね。ギャグ漫画に寄ってほしい。でも格闘漫画に昔から憧れてたからな。風船ありがとう。親子喧嘩終わってほしかった。武蔵次元が強い。いや、あれはね、多分ね、あの、井上雄彦に対するアンチテーゼなんだよね。ほら。あの、よく読んだらわかるんだけど、最初、宮本武蔵が出た時に、井上雄彦の顔で出てきたのわかる。バカボンドの宮本武蔵の顔で出てきて、で、その、ブーって命吹き込んだ瞬間、自分の宮本武蔵絵のタッチ変えたじゃん。あれって、あの、井上雄彦に喧嘩売って親友らしいんだよ、なんか。めちゃめちゃ仲良いらしくて。だから、井上雄彦、バカボンドに対する、なんか、ライバル心でしょ、あれは。あんなの武蔵じゃねえよっていう、その、なんか、あるんでしょ、同業の中での。いや、どうなるのかっていうか、もう、どう転んでも、俺は、バキは面白いと思ってるから。バキをシリアスだと思ってるやつは、ちゃんちゃらおかしいと思ってて。ギャグ漫画だから、あれ。幕張面白いよね。幕張は時事ネタを取り入れてすごい面白かったよね。田代正史とかよく出てきてももう腹抱えて笑うもんね。森本レオ、田代正史、極楽とんぼ山本とか性犯罪者をよく使ってて面白かったんだよな。すごいよね、ジャンプのさ、編集長の不倫を暴露してクビになるっていうすごい作家だからね。でマガジンで連載するっていう天才だと思うよ。なんかジャーナリスティックなんだよ。ジャーナリスティックっていうかタブーだよ。ピクルス、ムサシ、ピクルね、ピクル。バキグロ路線になって苦手になったけど我慢して読んでた。グロ路線、グロ路線になった。あ、あの、バキっていう第2部のこと。第2部って、あれ、正しい見方教えてあげようか。第2部の6巻までって、あれ、羊たちの沈黙見ると爆笑するよ。羊たちの沈黙が好きすぎて全部パクってるの。あの、例えば、脱走するシーンとかに、こう、バーって吊るされて、紐に吊るされて、こう、首吊ってる死刑囚とかいっぱい出てきたりとか、こうやって拘束されるのとか、あれ、ハンニバルだよ。アンソニー・ホプキンスなの。あれ全部、あの、パクリだから。それが面白いのよ。なんか、知らない人が見ると、なんか、死刑囚編ってなんかかっこいいとか思うけど、思いっきり、ハンニバル・レクターなの。エビの脱皮、エビの脱皮。あ、懐かしい、エビの脱皮。奈良カッターね。奈良尽くし。パン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 。バカボンドどうなるんだろうね。バカボンドは難しいよね。っていうか、井上雄彦はめちゃめちゃ迷走してると思ってて。なんか、バカボンド書いてて辛いだろうなってすげえ思うな。顔つきもかっこよくなってるしね、ほんと。あの人は真面目すぎるんだよね。このトーク。いや、だって、和道の異常なゼミナールっていう番組は、もともとコアなファン向けにやってる番組だから、いいんだよ、それで。サブから語る番組なんだから。なんか、
金梅がどうしたとか鮫島がどうしたとかはさ、もう弁蔵太郎さんにやってもらえばいいから、うん、あんまりそういう話よりもこういうなんかコアな話してる方が、俺はオタクだからやっぱオタクに愛されたいよね、うちのリスナーは。サブカル好き、サブカル大好きっ子が集まってほしい。悪かった。いや全然悪くないけど、バガボンドリアル一応持ってるけど読んだらいらねえってなる。あのね、バガボンドはね、もう最初の4巻ぐらいで俺もうダメだなって思ったんだけど、一回光が差したのが陰春編なんだよね。武蔵がね急にキャラが良くなったんだよ、陰春編から。でそんなに悪くないと思ってる。ただなんだろう、悩みが伝わってくるんだよね、井上武彦の迷いみたいなのが。なんかもう全問答を見せられてるみたいだよね、井上武彦の。なんか頭の中の全問答をずっと見せられてる感じがして、うん、ちょいちょいね光が差す時はあるんですよ。だけど今苦しい時だろうなとか本当思うね。ただ画力だよね、井上武彦は。やっぱ絵だよ、水墨画でやってるわけなのね。あれ全部筆で描いてるんですよ、墨で。そのジャンルを作ったっていうのがすごくて、水墨画描いてるんだけど実際お寺とかに奉納してて、天才。もうだから画家になっちゃったよね。セイントお兄さん満喫読んだ時に爆笑してしまった。あれはだから仏教とかキリスト教がわかるとより面白いよね。俺も結構セイントお兄さんくすってくる。なんか覚えてるシーンとか特にないけど、なんか仏教知ってる人だと薬ってくる笑いがあるよ、うん。リアルとかももう収集つかないよね。だからスラムダンクのある種の答えをリアルでやろうと思ってたんだけど、リアルをテーマにしたりバカボンドをテーマにするっていうところがさ、やっぱそのなんかこう迷いっていうか、その何かと戦ってる、要はそのなんだろう、ファンタジーじゃダメなんだっていう、なんか本人の葛藤がすごい感じるんだよね。これファンタジーでいいと思ってて、スラムダンク。でもスラムダンクが良すぎたからな。だからね、スラムダンクを超えられないっていうのは本人が一番気にしてると思うよ。常に戦ってると思う。もう俺あの人はもう本当の天才だと思ってるから、漫画でねバスケを流行らせるっていうのはありえないことだからね。バスケット業界をいかに発展させたか。でもなんかキャプテン翼が流行る前、サッカー部もそんな扱いだったって言うよね。サッカー部なんて全然人気じゃなかったって。でテニスの王子様やってからやっぱテニス部人気になってるらしいよね。漫画っていうのがいかにその少年たちの部活動をどれだけ流行らせるかっていうのがわかるよね。ただ光の碁ではね、囲碁部は流行らなかったね。俺光の碁結構好きなんだよ。よくさデスノート好きっていう人いるけど、デスノート何がいいんだっていうの、あんな面白くねえ漫画。光の碁めちゃめちゃ面白かったんだよ。ゲートボールマン、俺ゲートボールもっと流行ると思うんだよね。やってみたらめちゃめちゃ面白いよね。宮本武蔵最終的にピクルの餌になるのを期待してる。いやもう戦った。俺だけど元部推しがすごい面白くて、もうこれスピンオフで元部主人公の方が面白いんじゃないかって思ってんだよね。なんかもう元部がしゃしゃり出てるたんびにもうめちゃめちゃ面白くてさ、元部とさ、あの、ハンマー裕次郎の下りなんで、もう腹抱えて笑ったもん。殺してやるーつって裕次郎が泣きじゃくったんとかさ、お前は裕次郎どうしたいんだよみたいな。あとさ、何が面白いってさ、もう裕次郎の設定がブレブレなのが面白くて、あの、ドッポに苦戦してたりとかさ、あのハンマー裕次郎が猟銃で捕らえられるんだよ。麻酔銃で捕らえられるなんか絶対ありえないじゃん。もう設定ブレまくってんなとかさ。うん、あと天内優殺人が行われたじゃん。明らかに天内優死んでるじゃん。あれなかったことにされてるよね。天内優首頭でここまで入ってたんだよ。ズガーンつって、で頭引っ張られて頭皮ひっぺかされてんだよ。あれをなぜみんな語らないっていう、うん、天内優すごかったよな。あとなんか、あの、グラップラーバキとゴーリキアヤメがそっくりで、ゴーリキアヤメがバキバキっていじられてるのがちょっと面白いんだよ。元兵衛って武器持ってると最強クラス。
いやなんかね、もうその辺もなんかね、ガイアの師匠だったりするのがめちゃめちゃ面白い。なんかガイアがいきなり現れて、なんか師匠みたいな感じで、お前さみたいな、もうよくやるわみたいな。ガイアってもともとの設定だって、ハンマユージローとガイアって言われてたんだよ。オーガとガイアって言われてたんだよ。もうさ、キャラをどうしたいのっていう。俺でもね、烈海王を殺したのはね、ちょっと俺烈海王大好きだったの。キャラとしては一番好きだったのかな、烈海王が。烈海王がさ、回想シーンが大好きなの。あのさ、ちょっと待って、やるから。貴様ふっはぁふっはぁふっはぁって言ってさ、回想シーンに必ず入ってたの。あれが好きで好きでしょうがなかったんだよ。毎回さ、そのさ、なんかこう怒号をしながらさ、遠くの方からさ、遠くの方から、ふん、はぁ、ふん、はぁって言いながら、こう回想に戻ってくるっていう。あれがすごい好きだったのね。とか、死刑囚背負って川渡るくだりとか、もう腹抱えて笑って、何度俺烈海王に笑わされたか。あとね、一番好きなのがね、一番好きなシーンが烈海王。ハンマバキ復活、ハンマバキ復活、ハンマバキ復活ってずっと3ページにわたって言ってんの。で、バキからしたら命の恩人じゃん。そのずーっと薬草くれたりとか、料理振る舞ってくれたりとか。でもね、小杖とバキフルシカトすんの。なんか、ハンマーバキ復活ってずっと言ってんのに、小杖とバキが、バキなんか目覚めた瞬間、戦いてって言って、お前、もっと言うことあるだろみたいな。烈海王に、もっとお礼とかしろよみたいな。そのね、なんかね、烈海王の扱いが雑なのが大好きだったんだよね。まだ死んでるね、烈海王は。でもね、あれは殺して正解だったよね。いやー、烈海王戻ってこねえかな。もう何でもいいから烈海王がいないとバキは面白くないよ。大好きだよ、烈海王が。でもね、元部とバキの会話はすごい良かったね。元部とね、最新刊の話していいのかな。最新刊の下りでね、名台詞はあったんですよ。なんかね、バキがね、元部に謝罪するシーンがすっごいかっこよかったね。元部がかっこよかったんじゃなくて、バキがかっこよかった。向こうはどっち？謝るんだよ、元部に。謝罪をするんだけど。あ、バキいいなって思ったね。ここで謝りに行けるバキかっこいいなと思って。花山薫もな、花山薫とあのハンマユージローのくだりいらなかったよな。なんか花山の格下げだよな。蓋開けたら一撃で ぶちのめされただけだったんだ。でもね、俺久々に花山薫とバキか、ドッポとバキとかみたいな。ドッポとバキをなぜ戦わせないんだろう。もう差が開きすぎてんのかな。ドッポ好きだからさ。ドッポ、烈海王、花山薫あたりはキャラが立ってるよね、やっぱり。かっこいいっすね。かそってきたので、バキの話やめまーす。これ以上バキの話をすると閲覧多分5とかになるのでやめまーす。もう聞いてて苦しいの分かってきたから、伝わってきた、もうお腹いっぱいだよっていう。次の話題に行ってくれっていう。俺でもね、少女漫画を読むたびに思うんだけど、女って頭湧いてるよな、本当に。俺ね、違うんだよ。俺そんなに少女漫画読んでないから、あれなんだけど、申し訳ないんだけど、7とか見てて、こう、頭湧いてるなって思わない？
もうさ、もうクズ野郎じゃん。7の女の子なんて言ったっけ、ハチだっけ、女の子主人公、あいつとんでもねえアバズレだよね。少女漫画のヒロインって漏れなくアバズレだよね。頭湧いてるだろ女。もうさ、いい男とっかいひっかいでさ、自分で浮気してるくせにさ、なんかさ被害者ぶるじゃん。なんなのあれ、本当に女って、 あれを読んでて頭湧いてんじゃねえの。なんなのあの被害妄想、なんか浮気、なんなの取り合い、なんなの彼氏もクズっていうか、え、レンだっけ、え、なんなの彼氏クズか。俺とにかくあの主人公の女の子のなんだっけ、ハチだっけな、あいつのクズさ加減にイラ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 してたんだよね。すげえ最低な女じゃん。もう誰の子だか分かんないとか、もう笑えるもん本当に。愛されてる自分に酔うのが女、俺ダメだわ。もう本当にヘドが出る。あれが売れるってすごいよな、うん、女って嫌だなって思ったもん、うん、もう男をその壁紙、スクリーントーンを変えるがごとく、サムネイルを変えるがごとく男を変えてくっていう。そう。で、振り回されてる自分かわいそうみたいなさ。いや、クズでしょ。うん。あそこに、ハンマーバキのセリフをぶち当てたいもんだよ。あの、バキのセリフすごい、バキに戻んのかよって。バキに戻ってくるけど。あの小杖とのシーンがすごいんだよ。小杖がやっぱなんかモハメド・アライとさ二股でさ、なんかバギを揺さぶるんだけど、バギぶれないよね。小杖、それを決めるのはお前だっつって。男の女もどっちが素晴らしいか、どっちがなんか優れた方を選ぶ権利はお前にあるみたいなこと言って、すげえかっこいいと思ったよ。超開き直ってんのバギと思って、うん、そういう戦いの中で俺らは生きてるとか。いや、バキでしょ、うん、やっぱバキだよ、うん、モコッチ面白いね。モコッチ面白いね。なんだろうね。すごい作家性があっていいよね。っていうかね、プライベートでモコッチがそのなんかクラスメイトが右に行くと森がある、左に行くと林があるっていうクイズをやってて、モコッチはそれを横で聞いてんのよ。で、なんか。私右かなーとか言って、1番2番3番かなっていう風に言ってて、3番って童貞だよって、少女か、童貞って何、私女なんだけどとか言って、モコッチが童貞を選んだことがあって、俺トイレの中でそれ読んで爆笑して、ノンタンに全く同じクイズ出したの。そしたらノンタン童貞だったからね、やっぱり。そう、全く同じ、モコッチと全く同じ判断するんだよね、ノンタンが。そう、すげえ笑った、すげえと思った。そういうネタ振りとかじゃなくて、真面目に質問しても全くモコッチと同じ反応するから、だからもうノンタンなんてさ、マジでモコッチがそのままなんつうの、実写版モコッチじゃん。34なのに、47なのに34って言い張るとかさ、モコッチが47になったら絶対そういうことしそうじゃん。そういや、和道のウェブサイトが全然更新されなくて寂しいわ。そうなんだよね。今日作業枠でそれやろうと思ってたんだよ。うん、ちょっと迷ってて方向性を。なんかね、人生の転換期がまた来たなと思ってて。その配信をどうするかっていうことと、その和道の異常なゼミナールっていうサイトをどうするのかと、その生き方をもう一回見直さないとなと思ってるんだよね。そう、配信で食っていくことは多分できるっていうのはわかるんだけど、それが、なんかこう、それで満足していいのかっていうか、やっぱ人生って有限だなと思って、だからその、
和道の異常なゼミナールっていうのをウェブマガジンとかそういう風にしてもっとなんか参加者が募れていってちゃんとその読み物として確立できるようなウェブマガジンとかを作っていったら面白いんじゃないかなとか思ったりとか、うん、なんかね、いやノンタンめちゃめちゃ痛いけどめちゃめちゃ可愛いよ。ほんといろいろ痛いんだよね。ノンタンの痛さはめっちゃ可愛いよ。もうだからもうあのノンタンの弟さんとノンタンと俺の会話もうほんと配信回したいと思ったもん。もうノンタンのテンパり具合、その弟が気まずそうにさ、ノンタンの弟が気まずそうにちょっと話がある風な感じでノンタンの年齢を暴露していく時のそのノンタンのノンタンのなんか心のぶっ壊れ、なんだか音を立てて崩れていくのが聞こえてくるんだよね、なんか。うん、配信で食っていけるわけねえだろ。ああそうっすか、うん、方向性が決まらないっていうかね、本当に今自分がやってることが正しいのかっていうか、これでいいのかっていうのは感じる、うん、突き抜けられないっていうか、うん、新しい目標みたいなのが必要だね今の俺には、もっとかっこいい生き方がしたいよね。もっとでかいことやりたいよね。夏野さんはこっち。生活保護はどうするの？生活保護ね、いろいろ大変なんだよ。それでもね、あの手続きの関係とかで今ね大変なんですよ。でもね、配信で話すとね、なんかね、ああだこうだ、ああでもないこうでもないって言うから、落ち着くまではプライベートであの勝手に手続き進めます。ただまあ結構大変ですね、うん、思ってたのと違ったっていうね生活保護受けるよりも抜ける方が大変なんです。抜けたくても抜けらんないっていう。なんか書類さえ1枚出したら抜けられると思うじゃん普通だったら。そんなことはなかったっていう。めんどくさいっすよ。まあしょうがないよね。ぶっちゃけ抜けても生活保護受けてるって言い続けてほしいかも。あ、それはね、ちょっと考えた。でもね、生活保護もう飽きてるよ。あの、生活保護ネタ自体は飽きてると思うよ。結婚と離婚っていうか、手続きの話で言うと、生活保護の受け方っていうのを検索する人いっぱいいると思うけど、生活保護の抜け方を結構検索してるんですよ。で、生活保護抜け方で検索するといろいろ出てくるからわかると思うんだけど、あの、すごいね、手続きがややこしいんだよ。で、辞退届みたいなのを書けば抜けられると思ってる人いっぱいいるじゃん。俺もそうだと思ってたんだけど、まずそんなもの存在しないって言われたの。で、廃止か停止かとか、収入の申告がとか、もう、すごい複雑なの。で、簡単に言うと、24万円の収入を半年間しなきゃいけないんだけど、俺の場合っていうのは自営業での実績になるわけじゃん。だから普通就職して、給料明細が出て、で、ここで半年続けるからっていうので、廃止しますねとか停止しますねっていうの正常な手続きなんだけど、そう、生活保護を受けてて、自営業で、そう、20数万とか稼ぐっていう事例がないわけじゃん。だからすごい複雑なんだよ。新宿区としても、まあ、お荷物だし。で、その、裏技的な抜け方もあるんですよ。裏技的な抜け方も、その、新宿区の方から教わって、正しい抜け方なんだよ。悪さするとかじゃなくて。こういう事例だと抜けられますよっていうのはあるんだけど、それがどうしても使えないんですよ、僕の場合。
生活保護設定っていうか、別に俺生活保護なのずっとほら言ってるから、設定でも何でもなくてリアルにずっと言ってるからね、だからね、ちょっと手続きでね手間取ってるんだけど、そこをご利用してもらってて今、だからちょっと2月3月ぐらいになんとかね、もう今月抜けたいっていうふうには言ってるんだけど、なかなかゴーサインが出ないんですよ。参ってます。一番悩みの種ですね今。そうだ、生活保護の書類放置してた、あとでファイリングしよう。でもね、思った、生活保護ね受けない方がいいよ本当に。あの、受けなくて済むなら受けない方がいい、受けなきゃどうしようもないんなら受けた方がいいけど、あの生活保護はね、なんかやっぱね良くないっすよ本当に。新しいフォロワーさんを紹介します。ハチさんフォローありがとう、耐震補強フォローありがとう、ヒカルさんフォローありがとう、飯でも食おうかな。今日昼間飯食えなかったんだよね。また痩せるかもしんないわ。いや、あのね、今日は比較的調子いい方なんだよ。だけどね、ここ1週間ぐらい配信全然やんなかったでしょ。軽くね、なんかね、ちょっと配信開けないようなメンタルになってて、今日はね、わりかし喋れてる方だと思うよ。精神状態がね、あんまり良くないんだよね。あ、いらっしゃい、上階。なんかね、ほんとね、その配信がどうこうじゃなくて生き方見直さないとなと思ってて。あ、万次郎さんどうもどうも。あ、それはね、あのなんか警察が保護してるみたいなんで大丈夫みたいですよ。テンション上がらないっていうかね、やっぱりその俺が目標ぶち上げ型の生き方してるから、何かが達成されちゃうとなんかね、やってることが虚しくなるタイプなんだよ。そう、だからその配信である程度稼がせてもらって、その遠い夢だったものが現実になってってなると、なんかね、これでいいんだろうかみたいな。だから3年ぐらいかかって何かを達成するっていうのは得意なんだけど、それをね維持するモチベーションとか次に向かうモチベーションを間違えちゃうんだよね俺が。全く別のことをやりたくなっちゃうから。新しいフォロワーさん紹介します。レタスさんフォローありがとう。そう、でもなんかその培ってきた財産だと思うから、配信自体は、だからそれを活かしながら次のステージ行けたらなとか思ってるかな。次の目標は全国旅配信じゃなくて、全国旅配信はやるけど、そのうーん、配信ってやっぱり一過性なんだよ。そうだね、マイペースでいいと思うけど、配信って一過性じゃん。だけどその蓄積させていきたいなとか思っていて、で、なんていうのかな、やっぱりさ、配信はどこまで行っても配信で個人がやってることじゃん。そうじゃなくて、それをうまくそのビジネスみたいにできないもんなのかなとか思ってて、それこそあの YouTube の番組のバイスみたいなのとかさ、なんかその 4,5 人で利益回るような形、動画でも何でもいいんだけど、その作品とか商品にしていかないとこの先っていうのはないだろうなと思ってて、なんかね考えてますよ、例えばその、
配信ってさ、やっぱりさ、3日経つと忘れちゃうじゃん。覚えてるけど、その残るもんじゃないじゃん。何人かでしたいっていうか、その、まあそういうのはあるよね、昔から。なんか仲間たちと一緒になんか面白いことやりたいっていうのもあって、そういうのもあるし、その動画でも何でもいいんだよ。その、ウェブマガジンでも。要はホームページでも何でもよくて、メルマガとかでもいいんだけど、それが何が正解なのかなと思って、今その自分の過去とかに振り返っていて、その自分が経験したことで何、だからね、それこそね、なんか千葉スタイルみたいなことやりたいんだと思うんだよ。それこそ全国回りながら、その千葉スタイルの時はさ、千葉県の美容室とかお店とかをひたすら回って、無料登録どれくらい取ったんだっけな。結構なリストの数になってたんだよ。何百っていうバーって書類集めたんだけど、総集編みたいなのして DVD とかしたら面白そう。そう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 。で、今の時代それがどうハマってんのかなと、あとその協力してくれる人がどう、身近にいる人だよね、仲間がどうでとかいろいろ考えてたらね、なんかもっともっと面白いことできるんじゃないかなと思って。そうで、あくまで放送は放送で切り分けていこうと思って、個人でっていう、なんかいろいろ模索してるね。ありがとうね、つかしさん、いってらっしゃい。なんだろうね。なんかまあ新しいことやろうとしてますよ。新しい何かを。でもなんか仕事をしたくなってきましたね。ビジネスをしたくなってきました。新しいフォロワーさん、野間犬Rさん、フォローありがとうございます。あ、風船ありがとうございます。ありがとう。なんかやっぱりその商品を作らないとダメだなって思ってるね。商品を。っていうのも結局そのなんだろうな、配信が仕事にしっかりしたビジネスになるかって言ったらやっぱ難しいなと思ってるの。個人で食っていくのはできるだろうけど、そのなんだろうな、もっともっとそのしっかりと技術を身につけていったりとか、組織の力を蓄えていくとか、歴史を作っていくことってやっぱ重要だなとかすごい思ってて、今は。あのね、簡単に言うとね、一人でできることって高く知れてるなと思ってきたんだよ。人間一個人でできることなんてほんと高く知れてて、で、残りの人生考えるとすぐ終わるわっていう焦りがあんの、今、本当に。だってもう、31年生きてきてるけど、もう32なんですよ、僕。で、このペースで言ったら、もうやりたいことなんか全部できないですよ。すっごい焦ってるんですよ。そしたらやっぱり、同じことを目標にしてる人とか、志高い人と組んで、何かをやっていけるようにならないと、そのちっぽけな人生で絶対終わっちゃうなっていうのがあるんだよな、なんか。その配信好きだよ。大好きだよ。でもね、だら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 終わっちゃうんだよね。で、そのゴールが何なのかとか、何が自分たちに何ができるのか、自分に何ができるのかとかをちゃんと考えないといけないかなと思ってすごく悩んでますね。別にその法人化するとかそういう話じゃなくて、まいさんこんばんは。やっぱね、それはね、今働いてる人たちが、すごいかっこいいっていうのがあるからだろうね。なんか、視野が広がったんだと思う。例えば、まあ、のんたんとはずっと一緒にいると思うんだけど、その、のんたんの T シャツって思いのほか売れてるんですよ。
思いのほか売れてるのよ。で、そのノンタンがピンでやっても売れないわけですよ。うん、そのなんつうの、ノンタンの画力とそのなんつうのかな、和道のフォロワーさんとの相性が良かった、要は知名度の相性みたいなので販売が相乗効果はあるんですよ。そう、ノンタンの絵は素晴らしいですよ。でもノンタンがピンで売り出しても売れないじゃん。だけどこういうのはすごく大事だと思ってるの。じゃあ今度ノンタンの絵を出し続けて、商品を出し続けて、そのいけると思ってるのよ。でノンタンもそういうものに絶対興味あるのよ、話してて。そうするとそうノンタンが日々そのずっと今まで暇つぶしをしてたわけだけど、ノンタンって最近ツイッターも書かなくなったし、放送見なくなったのよ、ずっと。でやっぱり何かもうずっと絵を描いててもらいたいけど、そう絵描いていくだけじゃ消費じゃん、じゃなくてそれを売れる形に変えていかないとやっぱりダメだと思ってる。それがノンタンにとって俺いいことだと思ってるので、その役割は自分なんじゃないかなっていうふうに思ってて、なんか彼女の手助けになることがあるんじゃないかなとか思ってて、もちろんノンタンだけじゃなくて他にもいっぱいあるんですよ。マジコンさんいらっしゃい、あやさんいらっしゃい。例えばそのノンタンが何かに絵を描く、絵って売るの難しいんですよ今の時代って。画家って本当に食えないのね。うん、本当に。うん、だけどそのやっぱりデザインっていうのは絶対必要。放送見ない、全く見てないね、本当に。ツイッターにも投稿ももうね、ネットから離れてるんだよ本当に。だけどその多分ね、ノンタンがネットが離れてるのと俺が放送しなくなってるのってやっぱリンクしてるんだよ。でもそのなんていうのかな、そのノンタンが好きなことを続けていって、簡単に言うわ、もっと簡単に言う、あのね、好きなことで食えるっていう自信はついたの、俺自身は。うん、やっぱりなっていう確信があるのよ。だけどこれを広めていかないと意味ないんだよ。その俺だけが満足しても意味なくて、その周りの人を、例えば俺がそのノンタンが絵が好きだと、でそのノンタンが絵で、ノンタンは好きなことやっていくだけでそれがビジネスになってったら、俺としてはもっとすごい成功例になるわけよ。俺だけじゃなくて誰にでも適用できるノウハウに変わるわけじゃん。それってすごいいいことじゃん、社会にとって。そしたらやりたいことで社会を回せる実力になっていくし、そうそうそう、趣味の域は俺は放送は超えたと思ってるのよ自分で。だけどそのなんかそういうものの輪を広げてく責任が俺にはあると思ってんだよね。うん、うん、うん、っていうのをね、もうここ1週間ずっと考えてるよ本当に。うん、だからそのノンタンが持ってる可能性をどこまで引き出すかっていう、どういう風にプロデュースするかによってさ、もしかしたら化ける可能性があるわけじゃん、ノンタンの才能が。俺はノンタンがこのままダラダラして死ぬことはノンタンの人生にとってあんまりいいと思ってないし、俺は彼女の才能を信じてるから、なんかでその周りにいる人たちが、ノンタンだけじゃなくて周りにいる人たちがあのうまくいったらいいなと思ってる。うん、だからそれがなんかこうパズルのピース、いいパーツがいっぱいあるんだけど、それがうまく噛み合ってないんだろうね今。どうしたらいいんだろうみたいな。そう、うん、マジコンさん風船ありがとうございます。うん、死ぬ時あの時くっそ楽しかったなって言いながら死んでいきたいじゃん。そう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 、本当に。ニックこんばんは、バーガープレゼントありがとう。うん、やっぱりその身近にいる人とか周りにいる人の幸せがやっぱ一番幸せだから。おお、まいちゃん花火ありがとう、花火ありがとうございます。やっぱそれに変わるなんか幸せ、たくみさんとかもさ、やっぱりそのずっと無償で手伝ってくれてるわけだから、なんかたくみさんが
いい感じでっていうのもあるし、やっぱり本当それこそそういうのを見てさ、ちょっと待ってダンベルやるわ。1,2,3,4,5,6。ありがとうございます。あのね、なんつうんだろう、それこそね、この放送を見て、本当オカルトとか宗教みたいな話かもしれないけど、その働きたくなくて生活保護を受けてるおじさんで、俺は生活保護で一生いいし働くなんてバカバカしいっていうずっと言ってた人がいるんだけど、昨日電話がかかってきて、和道のこと見てたら俺も働きたくなったって言って、その就職先も今行っててもう決まりそうだよっていう連絡とか、あとプライベートでそういう人 2,3 人いたんですよ。その和道のこと見てて、私も生活保護を受けてるとか、男の人も女の人もいろんな人いるんだけど、なんか楽しそうだから私働こうと思ったっていう。そう。だからアドバイス欲しいって言ってさ、ずっとプライベートで DM したり LINE したりとかしてて。で、なんか、良くも悪くも影響を与える側だと思ってるの。それはうぬぼれて言ってるわけじゃなくて、その自分の生き方がリスナーさんの生き方変えるんだっていうことがよく分かったんだよ。はい、ワドツー。そう。だから、このまま終わったらダメなんだよね。そう、責任がもう発生してると思ってるから、いい意味でも悪い意味でもお手本になっちゃうからさ、能力があっても社会が求めてるかも。大事。その通りですね。その通りですね。まあ極端にね、本当にパワーを持ってればニーズなんて作れるとは思ってるんですけど、ニーズに応えていくのが一番正しいやり方ですよね。本当に。いや、プレッシャーとかではないよ。そうじゃなくて、本当責任があると思ってる。自分には。なんつうの、配信者としてはまだまだだけど、ずっと見てくれてる人がいるんですよ。同じ境遇で。例えば、精神障害を持ってる人、生活保護を受けてる人、虐待をされてる人、自殺を考えてる人とか、そういう弱い立場っていうか、虐げられた立場の人たちが、やっぱり夢とか希望を持って見てくれてるんだよ。だけど、俺はいつも言ってるんだけど、あくまでそれは俺の人生を傍観してるに過ぎないじゃん。一番大事なのはさ、見てる向こう側の人たちの人生 を豊かにすることじゃん。だから結局自分が楽しそうに何かをやって、何かがうまくいくことによって俺もやってみようって思う人が増えると思ったんだよね。それはほら、日本社会全体にとっていいことでしょ。だからすごい悩んだり慎重になったりしてますよ、すごく。そうそう、まあダメだって思う時もあれば、いいって思う時もいろいろだと思うんだけど、良くも悪くもほら、なんつうの、反面教師なのか教師なのか分かんないけど、影響は少なからず与えちゃうから。いや、教祖ではないけど。ああ、でもやるんだよ。それはね、根本圭さんっていう人ですね。僕の言葉じゃないよ。根本圭さんです。根本圭のでもやるんだよ。生活保護を抜け出すというのはかなり励みになると思う。いや、でも悩んでるんだよ。まだ答えが見つかってなくて、すごく。そう、やっぱ今までビジネスっていうかお金から逃げてたわけだから、俺は。自分さえ食えりゃいいやと思ったけど、のんたんと結婚したいとか思ったりとかした時に、やっぱり食わせるだけの力量とかも必要だし、会社やってくんだったらさ、やっぱり稼ぐのが苦手な人を稼がせる能力みたいなのを身につけないといけないなとか思って、それが苦手だって言って逃げてたけど、それがうまくいったらもう無敵だと思うんだよね。どんな人でも幸せにできちゃうじゃん。そういう力っていうのは40代までに身につけたいなと思って。そしたらさ、ほら、今までは困ってる子とかを助けることができなかったかもしれないけど、なんかできるんじゃないかなっていうか。目標にポイント書いてるのに人のためではないのではない。目標にポイント書いてるのに人のためではないのではないんです。あ、これとは全然違う。これは個人の目標なんで。
もう完全に僕のことです、これは。配信してて結婚した人、横山みどりとかじゃない、わかんないけど、みどりさんとか、あと誰いるかな、わかんないけど、まあ別になんか配信とかにあんまこだわってないよ。そこは別に配信してるからどうこうっていうのはなんか変な考え方、配信はあくまでツールだからさ、あなたの人生のための放送ではないのですか。それを人が影響あるかないかで後付けではないのですか。いや配信の話してないよ今あ、全然途中から来たでしょ、全然配信の話の話してないよ、配信は配信で俺の普通にプライベートで趣味でやってるっていうか、仕事でやってるっていうか、まあ個人のことで、その話と今の話は別々、今俺の個人の話はしてない、夫婦配信、のんたんでも言ってたよ、和道さんが昼間働いてるんなら昼間和道さんのアカウントで私ずっと配信しようかなって言ってて、そしたら楽しいかななんて言ってたけど、まあそれもありだよね、いやいや結婚するとかしないとかの話じゃないよ、ただその俺が結婚したいっていうのであればそれくらいの実力はつけておかないとなって、結婚するかどうかっていうのはほら俺がしたいけどのんたんがしたいかどうかっていう問題あるけど、もし俺が結婚を視野に入れてるのであればあのそういう力はつけていかないとなっていう感じ、そう要は自由を手に入れるためにはそれ相応の力が必要だってことよ、あまあアカウントは別にするだろうね多分ね、バガープレゼントありがとう、じゃないとリスナーが混乱しちゃうからね、バガープレゼントありがとうニック、そうだね、バガープレゼントありがとうございます、結婚式は配信お願いね、わかんないよ結婚するかどうかわかんないんだから、結婚をするためかどうかっていう話をしてるんじゃなくて、俺がさっきから話してるのはね、やりたいことをやるためには力がないとできないよっていう話をしてて、で力をつけたいっていう話をしてるってことね、結婚は例えね一個の、佐々木さんバーガーありがとうございます、バーガーありがとう、はいワード2、たまごちゃんいらっしゃい、っていうかガブリンチョ俺にアイテムしなくていいよ、困ってないから、力は何を持って得たというんでしょうか、そうだな、そうだな、意思とか収入とか、実績とか、そういうことじゃないかな、ゆかさんありがとう、自信になるか、今日のトークテーマっていうか、僕の放送は基本的にトークテーマあんま決めてないですね、フリートークでコミュニケーションを取る場だと思ってるんで、逆に今日いるメンバーとかコメントを書くメンバーによってトークの内容はガラッと変わりますので、ぜひこんな話してもらいたいなっていうのがあったら振ってもらえるとすごくありがたいですね、それは人から見た評価ということですか、違うね、実績だね、簡単に言うと自分が自信を持ってるかどうかだと思うよ、やっぱりその例えば俺はこれで彼女のことを食わせていけるって思い込まないといけないのが最低ラインだと思う、でそれには自信を持つにはやっぱり裏付けが必要なんだよ、その裏付けっていうのは数字がやっぱリアルなんだよ、例えばさ今その配信で15万とか16万とか18万とかしか稼いでないわけだ、
だけど、これが、その、まあ、いろんなことで収入がさ、配信に限らず収入が50万になったとしよう。やっぱ50万稼いでる人って、その、結婚したいと思った時に、堂々と言えると思うんだよ。俺と一緒にならないかっていうことは。だから、そういう力をつけていくっていうのはそういうこと。うん。結果を出していったりとか、その自分に自信を持っていかないといけない。そのためには裏付けが必要だと俺は思ってる。少なくとも俺はそういう人間であるって。そういう感じ。いや、ガブリン賞いいよ。悪いけど。もう俺に相手もあげなくていいよ。うん、そう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 。裏付けは自信を加速させると思ってるかな。だから、たまごちゃん普通に会話する感じでいいよ。やっぱ配信の醍醐味っていうのはコミュニケーションだと思うから。裏付けが必要でない配信の信念は変わりますよね。ごめんなさい、ちょっとよくわかんないですね。裏付けが必要でない配信の信念っていうのが何を想定して言ってるのかがわからなくて、ごめんなさい。ちょっと何を言ってるのか全然わからないです。申し訳ない。裏付けが必要でない配信の信念っていうのがよくわかんないです。アイテム拒否の意味は、俺はさ、俺のことが好きな人とか俺のことを応援したいと思ってる人からアイテムもらいたいのよ。うん、それで俺は人生を、そのお金っていうのはさ、飯を食うわけだ。それで生活を成り立たせるわけよ。うん、だから俺に好意的な意見を持ってる人のお金っていうのを、生きた金を使いたいのね。で、俺は死んだ金を財布に入れたくないんだわ。力イコールお金や名声なら、力イコールお金や名声って言ってないよ。力イコール自信。自信にとって必要なものは裏付けが必要。で、裏付けとして数字っていうのは裏切らないよねっていう話をしてるの。イコールではない。力イコールお金や名声っていう話もしてないよ。うん。得るために信念は変えることもありますよね。それはあなたの生き方であって僕の生き方ではないから、僕はそうだとは思わないですね。だからクソジジイさんがそう思ってるっていう話であればそうなんですねっていう風に、僕にとっては同じ意味ではないです。アイテム投げるって行為じゃないの。どうなんですかね、わからないですけど。僕はできれば僕にアイテム、投げてくれる人を選びたいと思ってますね。だから僕としてはガブリンチョさんの、お金はあんまり気持ちよく受け取れないです。申し訳ない。放送聞いてなかったからわからないけど、ガブリンチョさんと対立があったの気になった。いや、結構ありえないなっていう発言をしたんで、とてもじゃないけど尊敬できる人だとは思えないんで、僕はできればこの人のお金は受け取りたくないなっていうふうに思ってるね。っていうのも、結構その発達障害とか知的障害を持ってる人にありえない発言をしたというふうに僕は捉えてるんで、差別をする人があんまり好きじゃないんですよ。そうだね、自分の掲げたミッションでクリアできなかったことっていうのはなかったから、そこはあんまり問題にしてないんだけどね。まあ、少なくとも僕はあのガブリンチョさんのことをとても好意的な目では見てないですね。結構軽蔑してますね。あいわどつケジラモンジャラいらっしゃい。
はっきり言うよ、ガブリンチョ、お前には恩はないよ。うん、恩も義理もないよ。うん、あなたがやってることは恩着せがましいって言うんだよ。うん、自分がやってること考えて、いらないっつってるもんだから、いらないって言ってるものを人に与えるっていうのは無礼だよ。うん、だから僕はあなたのそういう無礼なところがあまり好きじゃないって言ってるの。うん、本当に恩着せがましい。あの時アイテムあげたじゃんとか言われるのが嫌なんだ、あなたから。散々世話になっといてとか言われたくないの。僕はあなたに恩も義理もないです。はい、僕は僕のことを本当に慕ってくれてる人からアイテムをもらってありがたいと思ってるの。あなたから何かを受け取るっていうのは僕はあまりいいとは思ってないです。だからお金の無駄なので僕にアイテムをあげないでください。うん、まあ、そういうシステムだからね、しょうがないよね。ちなみに言うと前のアカウントはブロックしてるんだよ俺。だからもうあなたには放送を見ないでっていうことを言っていて、サブアカウントでこういうことをやってるのよ。うん、そう、だから僕はあなたにアイテム投げないでとしか言えない。それ以上アイテム投げるんだったらブロックします。はい、他の配信で文句とか言うのは構いませんが、 Twitter 上でもどこでも文句言うのは構いませんが、アイテム投げて金を投げて言いたいこと言うっていうのは違うんじゃないの。僕はあなたにもう放送を見ないでくださいっていうことをお願いしてるわけだからね。金欲しくて放送やってるわけじゃないんだわ。あ、バーガープレゼントありがとう。ニックありがとうね。ニックありがとう。ありがとうございます。障害の、ボーダーラインなんて誰にも引けない。少なくとも見守っていて度合いが違うだけだと思う。うん、それはね、そうなんだよね。難しいところだよ。やっぱりそれを判断するのが医者なわけじゃん。でセカンドオピニオン制度っていうのを採用していてさ、ダブルチェックをやっているわけだから。いや、もうブロックしました。はい、悪いけど、見る人は選びます。悪いけど。関わる人は選びます。申し訳ない。申し訳ない。うん。見る人と関わる人は選びますよ、僕は。うん、別に閲覧にもアイテムにも困ってるわけじゃないんで、本当にいい人たちに支えられてもらってるんで、その場を壊される方が俺にとって損害なの。そう、お金よりもアイテムよりも閲覧よりも大事にしてるのはここにいるメンバーなのよ俺は。
それの気分を害すっていうのはありえません。はい、いくら積まれてもブロックはブロックです。はい、金の問題じゃありません。俺は金払ったら何でもいいっていう態度は嫌いなのよ。店側にも客を選ぶ権利ってあんだぜ。ワドにとってガブリンチョにとっても他の見てるリスナーにとっても不幸。そう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 。うん。そう、気に入らないとかさ、意見が対立するんだったらさ、一緒にいる方がさ、良くないんだよ。うん。そう、不快な思いをするだけだからさ。過去動画でワドさんが言ってたギブアンドテイクの価値観が、秀逸かな？秀逸でした。あ、あれはね、ですね、上田宗明さんって言ってですね、上場企業を作った。上場企業3社作ったのかな。そう、名経営者が教えてくれたんですよ、うん、だから僕の言葉ではないです。上田さんの言葉ですね、うん、ドラム叩きたいね。レクシー一回行こうよ。スタジオ入ろうよ一緒に、うん、一緒に入ろう行く時、うん、音になりたいから、うん、価値観の違いのある人は共存できない、共存できないということですか。できないですよね、うん、どう思いますか。価値観の違う人と一緒にいたいですか、うん、行こう行こう、うん、僕は少なくともまあ別に意見が違う部分があってもいいと思うけど、まあ少なくともリスペクトできない関係は無理だよね、うん、尊厳を保てないとか礼儀がなってないっていうのはまあ無理だよ。うん。そう。うん。のんたん家で配信見てない？のんたん見てるっしょ？のんたんいたら手挙げて。いないかな？香川さんの放送とか言ってんじゃないかな？まあなんかやってるか、放送見てるか。うん。障害を持ってる方がダメという意見はその人の価値観ではないのですか？だからそういう人とは仲良くできませんって言ってるんですけど。のんたん見てるよ。うん、障害をさ持ってる人がダメっていうのはさ、あの現代社会では受け入れられない論理ですよ、どう考えても、うん、俺は差別主義者が嫌いなんですよ、うん、絶対にあってはならないことは、うん、他の放送でのんたんのコメント見たらテンション上がるどうか仲良くしてください。ドラムやってましたよ。これスティックね。ドラムのスティック。うん。うん、ドラムやってましたね。はい。価値観の違う人はいてもいいと思うよ。ただその関わっていて何かが生まれるとはあまり思わないかな、うん、ただまあ議論をする姿勢としてはまず礼儀があるのが最低限だと思ってる、うん、例えば何かその勘違いをしてる人がいるんだけど、この放送っていうのはオープンにしてるわけじゃん。誰でも入ることができるのよ。だけれどもその合にいらば合に従えっていう言葉がある通りさその場には場のルールっていうものがあると。でそのルールにそこはなかったら去るべきじゃん。それが礼儀だと思うけど、
あなたは自分の店に人を入れるときに障害がある人とない人はどちらを選びますか？だからどちらも選ばないっつってるじゃん。それはやっちゃいけないことなんだっつっても。障害の人を選ぶんじゃないんだよ。それが差別なんだよ。障害があるから入れちゃダメとか、健常者だけ入っていいっていうのは差別なの。もしそんな店があったとしたら、仮に、訴えられますよ。で、間違いなく負けますよ。うん、論点が全然違うし、俺の主張が全然違いますよ、うん、そうじゃなくて、そういうことをやる人が嫌いっつってるの俺は、うん、何言ってんのかね、大丈夫かよこいつ、うん、何系やられミクスチャーとかパンクとかですかね、うん、なんかずれてるよね、もうとにかくなんか因縁ふっかけてるようにしか見えないんだよな、うん、全然わかんないよね、うん、やばいぜちょっとひねくれすぎでしょ、うん、ね、うん、ただ否定したいんだろうね、うん、やばいな本当に、僕は自分がお店をやってて、そういう差別的な発言をする人がいたら帰ってくださいって言いますよ、うん、お代は結構ですので帰ってくださいって、うん、パンクいいよね、ランシノとかグリーンデーとか好きでしたね、うん、あのね、人の痛みをわからないやつっていうのはさ、あれだよ、それは経験がないってことだからね、うん、人の痛みに共感できない人は僕はあんまり好きじゃないです、うん、思考がめちゃくちゃだよね本当。そう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 、だからそう、論破とか言ってる、よくね放送で論破論破っていうやついるじゃん、まずね論を張れてないのよ、論陣を張ることもできないのに論破なんてありえないのよ、だから、はい、論破とか言ってるやつ、頭悪いぜ、本当に。うん、本当に論破できてるかどうかっていうのは、ちゃんと論張れるようになってからだよ。うん。で、相手の論を理解できてないから論破することは無理なんだよ。うん、要はね、人の話聞けないやつは、人の会話ができないっていうこと。うん。で、さっきから言ってるけど、スピーチをしたいんだったら、配信者になりなさいっていう。自己主張をしたいんだったら配信者になればいい、うん、と俺は思うよ、少なくとも、好きなだけ言いたいことが言えるわけだから、この国では言論の自由が保障されてるわけだ、ただしその自分の発言っていうのは全て自分に返ってくるから、自分が責任取らないとダメなんだよ、うん、言いまかすっていうか、それは間違ってましたっていう自分の論を張ったところで認めさせるのが論破じゃん、自分の論が間違ってましたってことじゃん、でしょ、うん、エアジャム31なんで世代的にどうなんだろうな、ハイスタンダードとかよりも遅くてブラフマンとかでしたね、僕はリテラシーは違うでしょ、リテラシーは情報の選択っていうか、そのなんだろう、便所に書いてある落書きが嘘なのか本当なのかっていうのがリテラシーだから、まず俺の論を理解できてないからそのリテラシー以前の問題なんだよ、うん、まず人の話を聞いてないっていう、だから会話ができないっていう、だからなんつうの、あそうだよね、差別は良くないよね、うん、オムライス大好きみたいな、いやオムライスの話してないよっつって、ウサギさんのうんちは草でできてるのですかみたいな、うん、話を聞く側が好きです、うん、ハイスタの復活はびっくりしました、ハイスタね、うん、ハイスタがカラオケで歌える時代がすごいよね、私は和道がワンワンに論破されたことは忘れない、あれは論破されてんじゃないよ、俺が証拠を集めるのをしくったんだよ、うん、あれは論破されたんじゃないの、俺が論破されたんじゃなくて、俺の論陣が間違ってたの、そもそもだから俺の誤解から生じたの、だから謝ったじゃん、うん、すいませんでしたって、
あれ論破じゃなくて、俺が張ってた論陣が根本として違ってたの。言論の自由があるなら差別する人も言論の自由のではないですかね。ありますよ、もちろん。だから言ってるじゃん、好きに発言してくださいって。だけどこの放送には差別主義者とは仲良くなれないので帰ってくださいって言ったんだよ。あのさ、言論の自由って何でもかんでも言っていいって思ってるけど、言っていいんだよ。ただそこには責任が降りかかるのよ。でしょ。で、俺はあなたと仲良くなりたくないっつってんの。で、コメントも打ってほしくないし、ね、アイテムもいらないと言ってんの。それでも発言してきたからブロックしたのよ。わかる？わからないかな。はい、初めて来た。みゆさんいらっしゃい。楽しんでってください。言論の自由はあります。だから何言ってもいいんです。それが日本っていう国なんです。そこを否定してるわけじゃないのよ。僕はその発言、言論の自由を使いました。行使しましたと。で、その上で、差別をする発言をする人に対して、あなたとは付き合いをしたくありません。出て行ってくださいって言ったのよ。それでもまだ、いや、いるって言ったから、俺がブロックしたの。わかる？わからないかな。あ、32、近いっすね。1個上っすね。今年32なんで、同世代ですね。わからないだな。わからない言ってる意味。初見です。あなたのおっしゃる全てに賛成なわけではありませんが、もちろんですね。アキさんありがとう。自分の論を説得力のある配信をされてること素晴らしいです。あ、ありがとうございます。はい。もちろん、僕が言ってること全てが正しいとは思ってないです。僕も。ただ間違えます。っていうか、間違いをかなり言ってます。はい。はい。今日は荒れ気味ですね。じゃあ、だから、金映えさんのリスナーと鮫島さんのリスナーが見るとこねえからこっちに流れてきてんだよ。理屈が通用しない二人のリスナーがこっちに流れてきてるから今日大変なんだよ。だから、俺がさっきから考えてること言おうか。早く金映え兄さん枠開いてよ。持たないよ。もう理屈が通用しないんだから、あの二人のリスナーは。わかるでしょ、今日今ずっと1位なんだよ、俺。だから、金梅リスナーとサメサメニーヤンリスナーの二人なんだよ。そう、百派なんだよ。そう。だから、客層がもう根本的に違うのよ。暇だから来てんのよ。その発言は差別でしょ。どこが差別なの？どこが差別なの？差別って言いたいだけでしょ、どこが差別だと思ったの？その発言。その発言ってどの発言？具体的に言って。おはよう靴下さんいらっしゃい。そうそうそう。てか多分差別を理解してねえんだろうな。頑張ります。ちょっと若干荷が重いですけどね。なんかニコ生みてえですげえ嫌だな、今日。そう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 。いや、まあまあ、たまごちゃん、暇つぶせたらそれで僕は役割は終了だと思ってるんで。あくまでね、金梅兄やんが枠始めるまでの前座だと思ってるんで、僕は。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、あきさん、フォローありがとう。勝手に全部のリスナーがおかしい的な解釈で話してましたよね。それをそう解釈したのはあなただけです。はい。そう解釈したのはあなただけです。はい。解釈を勝手にするのは構いませんが、僕はそういう意図で話は一切していません。そう解釈したのはおそらく、181人いる中であなただけでしょう。はい。こんばんは、頭いいと思われたい人募集したの。頭いい人っていうか頭悪いやつばっかりでしょ。今日やべえぞ、ほんと。区別と差別は違う。正解。嫌よがないニコ生状態。ほんとだよね。クミタンまたね。初見さんいらっしゃい。セイリュウさん楽しんでってください。それが流れてきてると言ってましたが。それが流れてきてると言ってましたが。じゃあさ、クソジジイさんさ、あーもうめんどくせえな、こいつ。それが流れてきてるっていうのがどこで、どこがどう差別になるんですか？僕の見解を言ったところで。それがどう差別になるのか教えてください。僕は、金梅さんとか鮫島さんからリスナーが流れてきてるっていう判断をしたんですよ。で、あなたはその発言に対して差別だって感じたんでしょ？あなた差別の概念分かってますか？どうぞ。ポツするんだったら受けますよ。話します。いやー、もう大変ですよ、みゆさん、今日は。
ありがとうございます、たまこさん。ありがとう。嬉しいです。頭いいと思われたい人でしょ。だからそれって頭悪いやつじゃん。頭がいいと思われたいやつって頭が悪いやつなんだよ。頭いい人って普通に話してて頭いいなって思うじゃん。頭いいと思われたいやつって頭悪いやつなんだよ。もう発想がバカなんだよ。だから今日のね、変な頭がいいと思われたいやつバカばっかりだなっつってんの。うん、マリー・アントワネットの言いたいことわかるよ。うん、多分そうだろうなっていう予想を言っただけであって差別はしてないでしょ。差別をしてないですね。はい、うん。凸待ちやる？じゃあもう凸待ちやろうか。うん。一旦枠切って、もう言いたいことがあるんだったらもうみんなで上がれよ上がれよって言おう。絶対かけてこないから。絶対上がってこないから。じゃあ上げるわ。じゃあさっきのやつもブロック解除しておくわ。じゃあ一旦切ります。お疲れ様。30分だけね。30分だけ。そう、絶対上がってこないから。俺の前で恥かかされるのが嫌なの。絶対恥かくから。うん、お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん。もう